監督評議会命令。当ファイルの特定部分はレベル4以上の機密事項に指定されています。SCP-1730 の研究は現在進行中です。研究関係者は基地もしくは未知の認識災害の影響を受ける可能性があります。これらの災害についての情報は関係者以外公、ごく非事項とします。これらの機密措置に対する侵害を試みる者はクラス38、レッド、キル、以上ミーム災害により速やかに収容されます。アイテム番号、SCP-1730。オブジェクトクラス、ニュートラライズド。SCP-1730 の主要建造物。地下への主な出入り口はこの建物の下にある。特別収容プロトコル。SCP-1730 の周囲 2km には円形の境界線が確立されており、SCP-1730 の周囲 1km には隔離ゾーンが確立されています。SCP-1730 に侵入する職員はまずクラス VI 間かリスク性接触準備措置を受けねばならず、これには改造型、マクスウェル、ハーデン、対危険物質補強済み機密服の着用などがあります。こうした保護措置は必ず仮設サイト、23の隔離用メインゲートにおいて実施することとします。隔離エリアを出ようとするものはまず、隔離担当保安職員が実施する完全除染プロトコルに従わねばなりません。隔離収容地に満たなかったものはさらなる除染のために拘留され、もしくは除染が不可能であるとされた場合は、収容されます。収容手順更新。危険な生物的及び認識災害性実態により、保安救助チームに多数の死傷者が発生しました。現在の全探索任務には機動部隊ゼータ、Q、メクラネズミ、モルラット S、が割り当てられます。収容手順更新。探索ログ7に詳述される事件のため、SCP-1730 の将来の探査は無期限に中断され、監督官の承認待ちとなります。収容手順更新2016年02月1日。財団監視チームにより収集された情報から、サイト、13の探査、回収活動の無期限中断は解除されました。詳細情報は知る必要性の原則に基づいて利用可能です。割り当てられた機動部隊ユニットは上官からの呼び出しを受けるでしょう。収容手順更新2017年05月15日。機動部隊アポロ、3、カリク管理人、及びタウ、5、サムサラ、が活性化され、SCP-1730 の探索に割り当てられました。詳細はホイ 1730.8 を参照してください。収容手順更新2017年06月22日。ホイ 1730.9 に詳細を記載された事件に基づき、SCP-1730 はヌートラリゼドに再指定されました。さらなる研究の試みが進行中です。デブリーフィングのレポートは機密指定解除され次第参照可能になります。ファイルサーバー注意事項。以下はヌートラリゼドに再指定される前に作成されたデータファイルです。エラーが残存している可能性があります。説明。SCP-1730 はビッグベンドランチ州立公園内、合衆国とメキシコの国境から北西 25km の位置にある大規模な複合施設で、年6月5日に発見されたものです。当施設は孤立した環境にあること、また侵入した人間が生きて帰る可能性は低いことから、SCP-1730 は以前にも発見されていたものの報告がされることはなかったという可能性もあります。SCP-1730 で見られる識別表示及び内部にある文書は、SCP-1730 はもともとはアラスカ州ノーム近郊に位置していた財団のサイト、13の一部であったという説を補強しています。この説は現在の記録とは矛盾しており、ノームに建設される計画であったサイト、13はより大規模かつ先進的なサイト、19の建設を受けて中止され、完成には至っていません。現地で見られる植物はアラスカ地域固有のものであることが追跡調査により判明しています。SCP-1730 がいかにして現在の位置に移動してきたのかは分かっていません。SCP-1730 の発電所。SCP-1730 は深刻な荒廃状態にあり、長期間にわたって放棄されていたものと考えられています。
施設全域で多数の燃料漏れや火災が起きているにもかかわらず、現地の発電機は破損した状態で稼働し続けています。これにより現地の全域において断続的に停電が発生しており、探索及び救助活動の妨げとなっています。SCP-1730 の起源は分かっておらず、内部に収容されている異常実態の多くの性質も同様に分かっていません。地下2階から15階までの地下1が実態の収容に用いられていることが確認されていますが、その収容状況は著しく悪化しています。地下3階へ続く南西の階段にあるメッセージ。この施設の地下深くのどこかには人間の生存者がいる可能性があると考えられています。英語で書かれたメッセージが施設全域で発見されており、それらには警告を表す、危険、ダンガー、や、死の恐れあり、の他に、自分の身体じゃない、や、出血、などがあります。たびたび見られるメッセージとして、サイト、13に何が起こったか、というメッセージが地下の様々な場所で発見されています。現地のまだ機能している端末からはいくつかのデータ記録が回収されており、関係するデータは下記のホイに収録されています。これらの記録と探索で得られた成果との間には、施設のレイアウト、職員の構成、および収容されている異常性オブジェクトなどについて矛盾が存在していることに注意してください。ホイ 1730.1 回収されたログ。部隊、チャーリー、ユーコン。任務、サイト、13の復旧。指揮官、CY1。ログ開始。俺たちはそれを見つけた。その前にそれがデイリーを殺すところを見ていた。あいつの口の中に入って、次にどうなったかわかるだろう。デイリーは耳から血を吹いた。そこら中に吐いて、ぶちまけた。面白いくらいの血だったさ。濃くすぎた。あいつの髪が抜けていった。まるで根元からこぼれていくようだった。あいつの髪はあっという間に抜け落ちちまった。それが終わると、あいつに入っていったものが仲間と一緒に這い出てきた。そいつらの一匹、区別なんてつけようがないが、そいつが昼みたいにそこら中の血を飲み始めた。別の一匹はデイリーの中に這い戻って、あいつを立たせた。振り返って、俺たちの方に近づいてきた。あいつの中にいる奴があいつの口を開かせるのが見えた。だから俺はあいつの顔に弾を一発くれてやった。それからもう一発。みんな弾倉が空になるまであいつを撃った。あいつはもう起き上がらなかった。だが、俺たちももうあまり長くは持たないだろう。ここでまた一つメッセージを見つけた。そうだ。認識災害のため抹消。始まるのは時間の問題だろう。俺たちは C4 を仕掛けてその壁を吹き飛ばした。今はもうほとんど判読できないと思うが、そういう問題じゃない。ジョーンズももう他の連中と同じように静かになった。さっき俺たちはあいつをエレベーターシャフトに突っ込んできた。あいつの身体が地面に落ちる音は聞こえなかった。連中がスレッシャーを起動する音が聞こえた気がする。もっと早くあれのことを知っていればな。まあいいさ。ホイ 1730.2 回収された自動メッセージ。以下のメッセージは SCP-1730 の緊急警報システムから回収されたものです。ファイルの記録によれば、このメッセージは大規模な電力障害が起こる寸前、サイトの電力中継機で爆発が起こる3分前に送信されたものです。一斉通知、サイト13に収容システムの大規模違反が発生しています。認識災害により抹消、が実験中に収容を突破しました。備え付け核弾頭からは応答がありません。プロトコル、スレッシャーが実行されます。生命維持システム、オンライン。電力システム、オフライン。火災対応システム、オフライン。水害対応システム、オフライン。原子炉の状況、危険。ユークリッドクラス収容状況、危険。ケテルクラス収容状況、違反。ホイ 1730.3、探索ログの書き起こし。初期探索映像ログの書き起こし。日付、探索部隊、機動部隊 D12、マット、スリンガーズ。対象、SCP-1730。部隊長、D12 キアップ。部隊員、D12、1、D12、2、D12、3、D12、4、D12、5。ログ開始、D12 キアップ。記録装置を起動。全員、マイクをチェックしろ。D12、1、
チェック。T12、4、チェック。T12、3、チェック。T12、5、チェック、チェック。T12、2、異常5名、チェック。T12 機アップ。よし。司令部、ちゃんと聞こえているか？サイト司令部。問題ない、隊長。T12 機アップ。よし。安全装置はかけておけ。何があるのかわからん。沈黙、いいぞ、全員セットした。この扉を通って移動する。部隊は正面の扉を通って SCP-1730 の主要建造物に侵入する。扉は施錠されていなかった。T12 機アップ。警戒しろ。T12、3、暗いな。ライトをつけます。T12 機アップ。いいぞ。部隊は肩に設置されたライトをつける。T12、1、この壁に何か書かれてますね。T12、2、ああ、こっちもだ。T12 機アップ。なんと書いてある ?T12、1、下に行け、その隣に、壁は見るな、と。T12、4、そいつはちょっと遅かったな。T12 機アップ。2、お前の方はどうだ ?T12、2、我々は何をしたのか ?T12 機アップ。見えてるか、司令部サイト司令部。ああ。T12 機アップ。よし、移動するぞ。沈黙、業務用エレベーターがある。5、動くかどうか見てくれ。T12、5。沈黙、うん。動くみたいです。T12 機アップ。どこまで連れて行ってくれるか確かめるとしよう。部隊は業務用エレベーターに入る。映像からは様々な階のボタンのある制御盤が点灯しているのが見て取れる。T12 機アップハビーさんと書かれたボタンを押した。T12、1、さあ出発だ。エレベーターはしばらく降下する。地下3階に到達後、停止する。扉が開くと暗い通路が見える。唯一の光源は通路の曲がり角、エレベーターからおよそ50メートルの距離にある。T12 機アップ。OK。まずこの階を捜索しよう。それから別の場所に行く。1と3、通路を捜索しろ。俺と4は通路の部屋を見る。2と5はここに残れ。このエレベーターがどこかに行かないように見張っていろ。T12、この肩に搭載されたカメラからの画像。チームは3回する。T12、1と T12、3は通路の端下の明かりに向かって移動する。T12 機アップ派通路の左側の部屋を確認し、T12、4は右側の部屋を確認する。T12、4、汚い部屋だな。なんだこれは ?T12 機アップ。ああ、こっちにもあるぞ。これは泥か ?T12、4、そんな感じですね。沈殿物の一種でしょう。金属の匂いがします。ベルトから試験管を引き抜く。これを後方に送る。サイト司令部。調べてみてくれ。サイト司令部。了解した。何なのか判明するまで、できる限り近寄らないようにしろ。T12 機アップ。もちろんだ。T12、1。通路の端下に着きました。別の通路があります。端下にはバリケードのようなものがあるようです。テーブルやデスクが積み重ねられています。サイト司令部。そのバリケードに近づけるか、1。T12、1と T12、3がバリケードに接近する。T12、4。この部屋はさらに大量の沈殿物がある。壁にこびりついて、死体を発見した。T12 機アップ。その地点を保持しろ、1。移動するな。そっちに行く、4。T12 機アップが部屋に入る。隅にある黒く凝集した物体に半ば沈み込んでいる人型の肉体が見える。その頭部と頸部は視認できない。T12 機アップ。なるほど。何か身分証は ?T12、4。ベルトにバッジをつけるところがあるようですが、なくなっています。剥ぎ取られたようです。多分どこかのドアを開けるためでは ?T12 機アップ。かもな。先に進め、1。T12、1。了解。沈黙、隊長、こっちに複数の遺体です。あの泥がこのバリケードの向こうでせき止められています。T12、3。くそ。一つ動いたぞ。T12、1。この山の中に何かいるな。光を当てる。T12 機アップ。続けろ。T12、1。ああ、そこだ。くそったれ。銃声。
T12 機アップ。報告しろ。そちらに向かっている。T12、3。死体の口から何かが這い出てきました。蛇か何かだと思いますが、歯がたくさんありました。実際何だったのかはわかりません。T12、1。これを見ろ。この死体を撃ったんだよな。T12、3。くそ。中は空っぽじゃないか。T12 機アップと T12、4がバリケードに到達する。T12 機アップ。これが見えるか、司令部?サイト司令部。確認した。T12 機アップ。よし。注意した方が良さそうだ。まだの奴は武器を用意しておけ。T12、4。了解。T12 機アップ。エレベーターに戻るぞ。次の階に行けるか見てみよう。あのドアは開き、ああ、だと思った。じゃあ、行くとしよう。T12 機アップ。T12、1 D12、3および D12、4は通路を戻る。T12、4。ちょっと待った。T12、1。さっきも左に曲がらなかったか ?T12、4。間違いなくな。エレベーターはどこだ ?T12 機アップ。2、5、聞こえるか沈黙。T12、4。始まり始まり、だな。T12 機アップ。黙ってろ。その通りだがな、クソ。司令部、聞こえてるか?サイト司令部。問題ない、隊長。T12 機アップ。2と5の位置はわかるか?サイト司令部。12時方向、およそ45メートルだ。T12 機アップ。そこは壁だぞ、ずっとそこにあったはずだ。俺たちが幻覚にかかってるか、この建物が何かおかしなことをしてやがるか、その両方かだ。沈黙、二人と連絡は取れるか?サイト司令部、少し待て。サイト司令部は D12、2および D12、5に呼びかけるが、両名とも応答せず。サイト司令部、ダメだ。D12 機アップ。ああ、クソ。それなら登る道を見つけて、ここを出るぞ。D12 部隊は通路を進む。通路はこのサイトで回収されたいかなる図面のものよりも長かったことに注意。D12、1。このドアに何かある。T12 機アップ。なんだ ?T12、1。静かに、とあります。確認しますか ?T12 機アップ。これは収容セルなのか?ただのオフィスのドアだな。T12、4。この階全体がオフィスみたいです。T12 機アップ。いいだろう。そこに入るぞ。T12、1がドアを開けようとする。T12、1。ロックされてます。開きません。T12 機アップ。なら、ぶち破れ。T12、3。今の聞こえたか ?T12、1。1、2。T12、3。誰かが死って言って。T12、1。3。T12、1がドアを蹴破る。映像記録に、ドアを怯えるように見つめて耳から火を吹き出しているように見える裸の人間が3フレーム映る。T12、3。強烈な白い光があり、肉が焼ける音が聞こえる。すべてのカメラのレンズが破損し、機能しなくなる。マイクも D12、3のものを除いて作動しなくなる。サイト司令部。何があった?隊長 ?D12 チーム?サイト司令部はさらに30秒間、D12 機アップと通信を試み、D12、3のマイクがまだ機能していることに気づく。サイト司令部。D12、3聞こえるか ?D12、3。沈黙。サイト司令部。T12、3。T12、3。沈黙。続いて這いずるような音。サイト司令部。T12、3。T12、3。叫び声。続いてむせぶ音。これは43秒間続き、その後に液体が漏れ出るような音。続いて流れるような音が、オートの音を伴って聞こえる。大きな、濡れた物体が床を打つ音が聞こえる。鈍く低い、何かが近づいてくる音がこれに伴って聞こえる。マイクは突然切断される。サイト司令部。T12、3、クソ。T12、2。あークソ、おい、サイト司令部。T12、5。神様。サイト司令部。何、T12、2今どこにいる ?T12、2。エレベーターのそばだ。無線が動かなくなって、あいつらが戻ってくるのを待ってたんだ。サイト司令部。他の部隊員は無力化された?
待機しろ、そちらの映像とのリンクを確立する。D12、5。その必要はない、多分妨害されるだけだ。ここに部隊を送ってくれないか?サイト司令部。待機しろ、映像がつながる。D12、2。やめ。サイト司令部。よし、そちらは。両名に搭載されたカメラは彼らが立っているはずの通路を映しておらず、広い機械室のような場所を映している。ボイラーが近距離に見え、壁は崩れているように見える。D12、には逆さ吊りにされているようで、D12、5と向かい合っており、いずれも青ざめていて動かない。二人の顔は口、鼻、および目から流れ出しているらしい血で覆われている。D12、2の背後で大型の物体が素早く動き、合わせて複数の別々の音源から這いずるような音が聞こえる。D12、5が目を開く。2フレーム後、映像及び音声送信は切断される。D12 部隊からのエコーの応答はなかった。ログ終了。初期探索映像ログの書き起こし。日付、探索部隊。機動部隊 Y24、ガリバーズ、トラベラーズ。対象、SCP-1730。部隊長、Y24 キアップ。部隊員、Y24-1、Y24-2。副機、主要構造物の初期の探索により、さらなる探索はさらなる戦力が整わない限りはあまりに危険であることが判明した。出動可能な残りの機動任務部隊は3名の人員からなる MTFY-24 のみであり、発電所に侵入し損傷状態を評価するよう命じられた。ログ開始。サイト司令部。オンライン接続。3名の隊員の映像及び音声送信が同時にオンラインとなった。彼らの前方に SCP-1730 の発電所の入り口がある。Y24 キアップ。聞こえているか?サイト司令部。確認した。Y24 キアップ。よし。何か知っておくべきことは?サイト司令部。熱スキャンによれば、炉心の一つが加熱状態にあるようだ。爆発寸前かもしれない。そこからはできるだけ離れていることだ。必要なら小型無人機も使える。捨てるつもりで使ってもらって構わない。Y24 キアップ。そうか。よし、いいだろう。始めるぞ。Y24 部隊は発電所に侵入する。最初の部屋は警備室に見える。Y24-1。最初の関門だ。ドアがロックされてる。Y24-2。しかもかなり堅牢そうだな。ガラスは防弾か ?Y24 キアップ。調べてみろ。大きなゴツンという音。Y24-2。おそらくはそのようです。Y24 キアップ。司令部、ここで爆発物を使ってもいいか?サイト司令部。ダメだ。構造は全体的にかなり脆弱になっている。生き埋めになる危険があるぞ。Y24 キアップ。それがどうした?他に入る手段はないんだ。Y24-1。ちょっと待った。誰かレベル4クリアランスのカードを持ってる奴はいないか?それなら収容違反時のロックダウンをオーバーライドできるんじゃないか?サイト司令部。エドワーズ博士が部隊と収容米に。Y24-1。いや、違う。もっと年のいってる奴だ。エドワーズはせいぜい、そうだな、10年かそこらだろ。レベル4を持ってるのはもっと長くいる奴だ。サイト司令部。待機せよ。サイト司令部。ジェイムソン管理官が現在サイト、65に配属されている。Y24-1。ここから3時間か、これはどうも。Y24 キアップ。いや、いいアイデアだぞ。電話でジェイムソン管理官に話してくれ、司令部。彼にクリアランスコードを、サイト、19が建てられた頃のコードを聞いてくれないか ?1960 年だったかサイト司令部。待機せよ。10分が経過。不要なログは削除。サイト司令部。よし、いいか ?Y24-1。どうぞ。サイト司令部。編集済み。Y24-2。やったぜ。Y24 キアップ。こんにちは、ジェイムソン研究員。こいつは驚いた。サイト司令部。管理官によろしく伝えておこう。Y24 キアップ。そうしてくれ。お手柄だぞ、ワン。では入るとしよう。部隊は発電所の主要通路に入る。サイト司令部。損傷した炉心が見えるか ?Y24 キアップ。いや、全部問題ないように見える。
サーマルレンズに切り替えよう。Y24、に、あれだな。Y24、1、何か見逃してるのか？あの炉心は正常に見えるぞ。サイト司令部、もっと近づいてもらえるか。Y24 キーアップ。よし、無人機を出すぞ、司令部。Y24 キーアップ箱型無人機を発進させる。無人機は発電所の炉心に接近し、その周囲を旋回し始める。炉心は12あり、そのうち7つは修復不可能なほど損傷している。3つは稼働しておらず、2つがフル稼働している。その2つのうち1つが加熱している炉心で、その異常な熱量を除けば損傷の形跡はない。サイト司令部、正常に見えるな。近づけるか、キャプテン。Y24 キーアップ、やってみよう。Y24 部隊は加熱した炉心に接近する。温度の測定値は炉心に近づくにつれ上昇していく。Y24、1、とにかく熱いぜ。Y24、2、このクソは何なんだ？ Y24 キーアップ、かなり分厚いな。泥か、残留物か何かか？サイト司令部、全員、それは避けて進め。キャプテン、小型無人機にそれを1便乗せて、来た道から後方に送ってくれるか？ Y24 キーアップ、ああ、少し待て。2、そいつを1つ、ああ、それだ。沈黙、サンプルを送ったぞ、司令部。サイト司令部、助かる。全員、気をつけろ。あれの反対側に回り込むんだ。Y24、1、見えたぞ。何もない、ああ、クソったれ。見ろ。Y24 キーアップ、畜生。Y24、1のカメラは少なくとも10体の人間の遺体が加熱した炉心の側面にワイヤーで縛り付けられているところを映している。すべての遺体は D12 部隊によって発見されたものに類似している、青ざめて、血があらゆる開口部から流れており、無反応である。Y24、2、遺体の下に何か書かれてるぞ。血か？ Y24 キーアップ。サイト、13に何が起こったか？ Y24、1、こいつの配管は主要建造物に向かっていません。ここを見てもらえますか？これは下の方に向かってますよ。Y24 キーアップ。何か印はないか？ Y24、1、ああ、これは全部、ボディ、ピット、トラベルされてます。ここからまっすぐ地下に向かっているようです。Y24 キーアップ。なら、下に行かねばならんな。司令部、それでいいか？サイト司令部、了解した。それと、今サンプルを受け取った。数分で報告が出るだろう。Y24 キーアップ。そうか、いいぞ。では、降りてみるとしよう。Y24、2、そこに階段があります。Y24 部隊は階段に近づき、下り始める。この階段に照明はなく、部隊員は肩のライトを点灯する。Y24 キーアップ。この辺のドアは完全にロックされてるな。Y24 部隊は階段の最下層まで下る。そこにあるドアは開いた。Y24、1。このドアはこじ開けられているぞ。まるで誰かが、逃げ出そうとしたのか、入ろうとしたんじゃないな。Y24 キーアップ。ここの壁に何か書かれてる。くたばれ SCP。Y24、2。お行儀のいいことで。チームはその扉を通過する。Y24、1。クソよな？ Y24、2。ああ、畜生。嫌な匂いだ。なんなんだ？ Y24 キーアップ。何にせよ、この通路の反対側の端下にあるようだ。全員、あの動いているラジエーターに注意しろ。サイト司令部。各員注意せよ、映像送信が失われている。何かがこちらの信号を妨害しているようだ。Y24 キーアップ。了解した、こちらは。音声送信が切断される。位置確認システムはしばらくは維持されており、サイト司令部は Y24 部隊との通信の回復を試みる。断続的な通信が次の15分間に受信された ?Y24、1、何体かは人間だぞ。Y24 キーアップ。これはまるで、この中のそこら中にあの黒いクソが、鉄みたいな匂い。Y24、1、何かが張っていったぞ、見ろ。Y24、2、今のが聞こえ。Y24、1、すぐに。Y24 キーアップ。あそこに明かりがある。見えるか？Y24、2、ハロー、
大丈夫ですか？助けが必要ですか？我々は。音声が完全に切断される。復旧作業は停止された。次の24時間の間には I24 部隊からの通信は受信されず、同部隊は喪失したものとみなされた。小型無人機で回収されたサンプルは、血液と発電用炉心の残留排水に何らかの生体組織が混ざったものと判明した。この物質についての研究は進行中である。一週間のち、Y24-1 の映像送信が13秒間回復する。音声は送信されず、映像はテーブルを囲んで見下ろしている人間の一群を映していた。人間の一人がカメラを見ると、映像は切断された。それ以降に同部隊からのさらなる通信が受信されることはなかった。初期探索映像ログの書き起こし。日付、探索部隊、遠隔機動無人機。対象、SCP-1730。部隊長、NA。部隊員、NA。副機、SCP-1730 へ追加の戦力が到着するのを待つ間、地上用の無人機がサイトの主要建造物内部へと派遣され、D12 部隊が侵入したものと同じ扉を通って侵入した。この作戦の目標は仮想界の調査及び SCP-1730 の起源に関わる情報の回収である。ログ開始。無人機はメインオフィスビルに接近し、正面扉を通って侵入する。しばらく内部のロビーの壁にある記述の記録を行い、続いて業務用エレベーターへ移動する。無人機はエレベーターに入り、階を選択する。地上には5つの階、地下は15の階の選択肢がある。無人機は地下15階を選択する。エレベーターは下降を開始する。7階を過ぎたところで、エレベーターは突然停止する。しばらく後、これは断続的な停電によるものと判断された。無人機は適切なオプションを用いて面しているエレベーターのドアを開放した。開いたエレベーターシャフトが見えたが、無人機はこのシャフトの深さを特定することはできなかった。ウィンチを使用して、無人機は停止したエレベーターの下へと下降し、下方にあった最初の階まで移動した。扉をこじ開けると、無人機はその開いた入り口へ振り子のように飛び入ってウィンチを収納した。扉のすぐそばの壁にある表示から、ここが地下8階であること、およびユークリッドクラスの収容棟であることがわかる。この階の照明は落ちたままである。無人機はメイン通路を移動して次の階への下降に適切な場所を探すよう指示される。無人機はサブ通路へ向かい、探索を行うよう指示される。壁面には多数のメッセージが書かれており、壁を見るな、や、静かな奴らは殺せ、などの内容があった。いくつかの部屋を調べ、それらが空のオフィスであると確認し、無人機はメイン通路へ戻った。無人機は大型の、概ね人間型の実体が通路の端近くに立っているのを見つけ、移動を停止する、エクスプロラションファイルのドローン 139JPG を参照。この実体は通路をゆっくりと滑るように移動しているようで、無人機に気づいているようには見えない。実体が通過した後、無人機は同実体を追跡するよう指示される。実体は最初の通路の端近くにあるメンテナンスルームに入る。無人機は実体がその外装部分の下から長い腕を伸ばして床に触れるところを観察する。さらなる観察により、この実体は以前に血液及び発電施設の廃液であると識別された分厚い暗色の物体を、原始的な、指、として識別されるその付属紙で拾い上げていたことが判明した。実体は次に、その背後にある壁に向かってゆっくりと移動を開始する。この壁は無人機からは視認できない。フィレサーブ。S。都市1730月日エクスプロラション、ドローン144認識災害抹消済み。実体は動きを止め、続いてゆっくりと展開して部屋を出ようとする。無人機は壁の方に移動しその変化を記録するよう指示される。実体は、認識災害のため抹消、などのいくつかの独特なシンボルを残していた。無人機はこれらのシンボルをフラッシュ撮影し、サイト司令部へ転送した。無人機は大型実体の追跡を継続するよう指示されたが、実体は通路から消失していた。実体は明瞭な痕跡は全く残しておらず、床の一部を覆っていた分厚い物質にも痕跡はなかった。無人機は実体は無視して探索を継続するよう指示された。
無人機は収容セル群と思われる場所に到達する。最初のセルは開いている。入り口の脇にあるプラカードには、実態324万、1975年12月13日に収容予定、とある。無人機が入り口を通ると、広々とした収容セルが確認される。壁全体に厚いゴムのパッドが見られる。無人機は部屋の隅に、厚い暗色の沈殿物で覆われた人型実体を発見する。無人機がその人型実体に接近すると、その指先から無人機に向けて小さな火花が放たれた。無人機は何枚か写真を撮影して退出する。次の3つのセルは全てプラカードのない空き室だった。4つ目のセルは閉じられており、プラカードは破壊されていた。無人機は切断トーチを用いてドアを開けるよう指示される。しばらく後、同作業は成功。無人機は室内に侵入する。その部屋の隅に年齢およそ34歳ほどの、痩せ細った人間の女性の身体がある。肉体は生命反応は示していない。その首には鎖が見え、シャツの中に伸びている。注目すべきことに、このセル内には沈殿物が存在しておらず、おそらくは内部の者が扉を閉め内側から施錠したためであると考えられる。無人機は死体から識別バッジを探し、それを発見する。その氏名は、ジャック、ブライト、と読める。無人機は首の鎖を調べるよう指示されるが、鎖は破壊されていることが判明する。無人機は部屋を退出する。無人機は短い距離を移動した後、階段を発見する。無人機は次の階へと降りる。扉のそばの表示には、5階、とある。無人機は今降りてきた階段を視認するために展開するが、それが存在していないことを確認する。サイト司令部で短い議論が交わされた後、無人機は入り口に入るよう指示される。無人機は大規模で広々とした、日光で照らされているオフィスフロアに入る。いくつかの端末が近くにあるが、すべて破壊されている。無人機は最も損傷の少ない端末に接近し、起動を試みる。端末は起動しないが、その原因が停電と機械的損傷のいずれであるのかは不明である。無人機は部屋を横切って移動する。床には紙が散らばっており、その多くは焼かれたりちぎれたりしている。無人機は、M ハドレイ、とラベルされた最も損傷の少ないように見える端末に到達し、起動を試みる。端末は起動し、無人機はコンピュータへの接続を試みる。このコンピュータは、何世代か古いものではあるものの、現在のモデルと同種の財団ベースシステムを実行している。無人機はアクセス可能なすべてのファイルをサイト司令部に転送するよう指示される。無人機はこの作業を実行する。中期、作戦のこの時点で、サイト司令部は無人機との接続を失った。操作班の数名が何らかの異常効果によるものと思われる症状を突然停止、沈黙するとともにその耳から発火し始めた。この症状の発生後、あらゆる音が無音の爆発現象を引き起こすようになり、サイト司令部は混乱しその通信機器のほとんどが破壊された。後に、この影響を受けたのは、地下の保管倉庫にいた大型実体によって描かれたシンボルを見た者だけであることが判明した。財団の認識災害専門家による実験及びスクリーニング技術により、このシンボルそのものが一種の火災性認識災害であることが確認された。このシンボルを認識した個人は必ずこの災害の影響を受け、このサイトの探索はいかなるものであれ危険を伴うものとされた。無人機はその後数日間放置されたが、端末の内容の送信作業は完了した。回収された内容はホイ 1730.5 に収録されている。無人機との再接続の試みは失敗に終わり、建物の外部からの無人機による監視によって、主要構造物の地上部分のすべての階は完全に空であることが判明した。先の無人機は発見されなかった。初期探索映像ログの書き起こし。日付、探索部隊、機動部隊 B、9、メクラネズミ。対象、SCP-1730。部隊長、B9 機アップ。部隊員、B9、1、B9、2、B9、3、B9、4、B9、SUP。不機。以前に施行された探索において多数の犠牲者が出たことから、SCP-1730 における作戦を継続するべく異常構造物の探索経験を持つ部隊の招集が決定された。これにより、MTFB、
旧、メクラネズミ、が SCP-1732 に配置された。部隊は5名の探索隊員、およびサイト司令部に留まり局地的事象の変動を監視する補助隊員1名から構成されている。ログ開始。GQ キアップ。こちらはオンライン。リンクしたら知らせて、サポート。GQ、SUP。今、確立しました。そちらのディスプレイに、相当正確、であると思われる、現地の地図を送っていますが。GQ、3。それに頼ってはいけない、そういうことだな。GQ、SUP。いつものようにな。そこにタイプ、グリーンがいることはほぼ確実だし、他にも化け物がいるようだ。GQ キアップ。よし、司令部。まずは悪い知らせから聞かせて。サイト司令部。少なくとも一体、壁面に災害物を書き込む認識災害性実体が存在する。そちらのディスプレイは壁面に書かれたあらゆるメッセージをフィルタリングすることができ、この危険はない。それ以外のことといえば、そこは収容のためのサイトということだ。GQ、1。そいつは素晴らしい。GQ キアップ。各員、わかった？準備して、侵入する。GQ、3。イエス、メム。GQ 部隊は主要建造物に侵入するが、まずは上層階を捜索する。飛行無人機による観察では、これらの階は空である。以前の探索で使われた無人機の痕跡はない。GQ キアップ。ここはクリア。こちらはどういう風に見えてる、サポート ?GQ、SUP。安定しています、キャプテン。妙なところは何もありません。沈黙、4にチャンネルの周波数を調整するよう言ってください。彼のモジュールへの接続に問題が出ています。GQ キアップ。わかった。4、周波数をチェックして、ずれてるわ。部隊は中心階へ降りる。災害防止ディスプレイが機能しているか確認した後、部隊は業務用エレベーターではなく下への階段の方へ向かう。GQ キアップ。今、下っている。いくらカレーの泥が見えてきた？これがどこから来てるものかわかる？サイト司令部。その混合物の一部は発電所の廃液だが、大半は血液とその他の海のような生体残留物だ。どこから来ているのかについては、こちらも君と同じ程度の推測しかできん。GQ キアップ。それを見つけるのが目的ということね。サイト司令部。目的の一つだな。GQ、に。思ってたほどはひどい匂いじゃないな。小銭みたいな匂いだ。GQ キアップ。全員、気を引き締めて。暗くなってきた。部隊はいくつかの階を通過し、ユークリッド収容棟の表示がある地下6階に到達する。GQ キアップ箱の階に侵入しようとする。GQ、1。大量の遺体があるようです、キャプテン。GQ キアップ。見えている？人間じゃないものは？ GQ、2。ないようです。しかしどれもブリーフィングで聞いていた通りの外見ですね。顔から血を流してます。サイト司令部。各員、警戒しろ。GQ キアップ。了解。移動する。部隊はしばらく前進し、ほとんど何もないフロアを調査する。突然、ゴロゴロという音が聞こえる。全隊員が停止し、その音が止むまで待つ。そこで破壊音が響き、GQ、4が叫ぶ。GQ キアップ。一体何？サイト司令部。そちらの下からだ。構造的損傷はないか？ GQ、3。あるともさ。ランドールの下の床が崩れた。あいつは俺たちの下に落ちた。ここから奴が見える。GQ キアップ。4、聞こえる？ GQ、4。A キャプテン。生きてますが、足がだいぶひどいことになってます。起きられるかどうかわかりません。GQ キアップ。わかった、そこにて。これから迎えに行く。3、あなたはランドールとここにいて。1、2、私と来て。降りられる階段を見つける。GQ、SUP。キャプテン、そちらの下で何か変動があるようです。聞こえていますか？ GQ キアップ派応答しない。サイト司令部も GQ 部隊と連絡を試みるが、失敗する。部隊からの通信は継続して送られてきている。GQ、4。あいつらはどこだ？ GQ、3。今向かってるところだ。GQ、4。なあ、お前はこっちに降りられないのか？ GQ、3。俺の足がいかれちまうよ。
GQ4 だよな。何かがここに降りてきてるような音が聞こえる気がするんだ。GQ3 沈黙、何も聞こえないぞ。多分配管か何かの音だろう。GQ4 いや、間違いなく何かいる、これは。沈黙、クソ。ブレット、ブレット、這いずってきてる。ここに何か降りてきてる。GQ3待てよ、相棒。キャプテン、聞こえますか？応答なし。キャプテン、ワン、ツー、誰かいないか？クソったれ。GQ4 ブレット、クソ。近くに嫌がる。聞こえるぞ。視界外の何かに、俺から離れやがれ、クソスライム野郎。銃声、離れろって言ってんだ。GQ3撃つな、ランドール、お前。GQ4が叫ぶ。GQ3のカメラが黒い、ヒルのような、大人の腕ほどの長さ及び幅を持つ生物がゆっくりと GQ4 の方に動いていくところを捉える。GQ4 がむやみな射撃を続けたため、GQ3はそれを避けるべく床の穴から離れる。突然銃声が闇、GQ3は穴に振り返る。GQ3、ランドール、なんてこった、俺は。生物は GQ4 の口に入り込み、ゆっくりと喉へと移動している。GQ4 のマイクはくぐもった叫びと、咀嚼するような低い研磨音を捉える。GQ3 は生物に武器を向けて発砲するが、GQ4 が痙攣したため失敗する。GQ3 は再び射撃するが、GQ4 の腕に命中する。GQ3、あーくそ、くそ、あー、キャプテン、ランドールへの射撃許可を。応答なし。GQ3、畜生、キャプテン、4への射撃許可は？応答なし。GQ3、クソ、クソ、ランドール、俺は？ GQ4、窒息音、頼む。GQ3は武器を上げ GQ4 に発砲する。その時別の振動音が聞こえ、GQ3 の下の床が崩れる。GQ3 は下のコンクリートに落ち、続いて落ちてきた瓦礫に押し潰される。GQ3 のカメラ及びマイクが切断される。GQ4 のマイクはさらに5分間、GQ4 の窒息音と応答音を拾い、その後 GQ4 は沈黙する。別のヒル型生物が彼の口から出現して姿を消す。GQ4 は立ち上がって GQ3 の武器を拾い上げる。GQ4 のカメラが切断される。中期。この時点で、GQ 部隊は完全に音信不通となった。2名の隊員は KIA、戦死、と判定され、他の3人の隊員は行方不明とされた。通信途絶から3時間後、サイト司令部は監督司令部に SCP-1730 の全探索作業を完全に停止するよう要請した。その返答を待つ間に、GQ-1 のマイクがオンラインに復帰した。GQ-1、あれが見えなかったのか？ GQ-1、ああ、俺もだ。キャプテン。GQ-1、あそこにいたんだ、あの壁に。もういないよな？ GQ-1、開けてみよう。GQ-1、もっと弾がいる。GQ-1、行ったみたいだ、ああ、だがここにいたくはないな、すると。GQ-1、下か？ GQ-1、今一体何階にいるんだ？ GQ-1、15階までしかないものだと思ってたが、クソ。GQ-1、よし。GQ-4 のカメラが突然オンラインになり、多数の小さな炎でぼんやりと照らされた広大な部屋を映す。映像の詳細な分析により、その小さな炎はすべて、壁の周囲に静かに立っている多数の人影の耳から発せられているものだと判明した。中心の穴には大量の小型生物に覆われているように見える大型生物がいる。これは低い光量のためかろうじて判別できる程度である。この生物の上にあるいくつかの大型の配管が切断され、部屋の中心部に水が流れ込んでいる。カメラが切断される。GQ-1。サイト、13に何が起こったか。これで5回目にはなるぞ。GQ-1。知るもんか、俺はどう？ GQ-1。そうだな。GQ-1。待て。GQ-1。ああ、俺もだ。そこから来てるぞ。GQ-1。このクソはそこら中にあるぞ。クソ、見てみろ。GQ-1。ドアを開けろ。あ、
C91 は沈黙する。C91、いや、俺は。C91、C、静かにしろ。上の階に戻ろう。C91、おい、誰だ ?C91 のマイクが切断される。中期、部隊全員が再び音信不通となり、サイト司令部はオフアイブ評議会からの確認が取れるまで SCP-1730 の全探索作業の即時中止を命じた。4時間の通信途絶を経て、G9 機アップのカメラが送信を始めた。その直後にマイクがオンラインになった。G9 機アップは非常に天井の高い部屋に立っており、何らかの巨大で複雑な機械を見ている。彼女はその機械にゆっくりと近づき、バックライトスクリーンのついた入力コンソールらしきものに腰を下ろす。G9 機アップはスクリーンのすぐ上のラベルに積もったホコリを吹き取る。スレッシャー。という単語がはっきりと見える。G9 キアップの主がコンソールのキーボードに伸ばされる。マイクが別の遠くからの音、後に足音であると識別された音を捉える。G9キアップは彼女の背後の暗闇に素早く振り向く。彼女が振り向くとき、彼女の肩に設置されたライトが彼女の背後にあった機械のどこかにぶつかり、衝突する。足音が近づいてくる。G9キアップの呼吸が荒くなり、暗闇の中を走り始める。彼女はつまずいて転倒し、音が近づいてくる。G9 キアップ。やめろ、ファック、離れ。G9キアップのカメラが切断される。G9 部隊からのさらなる通信が受信されることはなかった。ホイ 1730.4。発電所の端末から回収されたデータ。発電所の端末から回収された画像。ハドレイ博士。ご覧のように、スレッシャー。デバイスへの電力供給はあなたの設計の通りに調整してあります。あなたのご指示があれば、あの装置を起動するために必要な最大の 55GW まで原子炉を急速稼働させます。以前の連絡で申し上げたように、原子炉はこれほどの電力サージには耐えられないでしょう。ボディ、ピット専用のコアには補強措置を行いますが、他の炉心には甚大な損傷が発生することが予想されます。加えて、スレッシャー、デバイスの担当ではない私が言うことではないのでしょうが、あの装置はまだ非常に不安定です。小型の対象物への実験は推進されていますし、いずれは応用可能な技術の一つとなり得るでしょうが、現時点では本当の意味での最終的手段としてのみ捉えるべきです。あの装置の使用はこの周辺の局地的事象を不安定にします。それは装置が最終的にどこに向かうにしても同じことです。長くなりましたが、ご自身がなされていることの意味を理解しておられれば幸いです。ケイグ、エンジニア242、ホイ 1730.5、収集されたデータログ。親愛なるハドレイ、340、ヒロシ殿。お便りは頂戴いたしました。私どもへのご連絡に貴重なお時間をいただき感謝いたします。あなたの要請を検討させていただきましたが、現時点では移動の承認はいたしかねます。サイト、13におられるということは、あなたがその専門分野における類稀な技術と適性を備えておられるということであり、我々にあなたを別のどこかに移動させるほどの余裕はないのです。お望みなばらばサイトの薬剤師に記憶処置剤についてご相談いただけますが、サイト、13からの移動を認めることはできません。エマーソン管理官の死体処理プロトコルに関するあなたの懸念については、私どもとしても理解できます。しかしながら、あの種のアノマリー、特に、ヒューマノイド、と分類されるものは、人間ではないのだということをご理解いただかねばなりません。人間とは、非常性の生命体の非常に限られたカテゴリーに分類される存在なのです。ヒューマノイド、アノマリーは人間に見えるかもしれませんが、人型、であるというだけなのです。よって、彼らは倫理委員会によって人間に付与される権利と特権を享受することはできません。我々の研究者としての職務はアノマリーがどこから来たのかを突き止めること。そしてどうすればそうした異常を人類の利益のために最大限に刺激できるか結論付けることです。我々は守護者であり、その手の内にある脅威について知るべきことの全てを知識しない限りは、その務めを果たすことはできません。何を学ぶべきなのか学んだ時こそ、我々はその脅威を消し去ることができるのです。他にご質問がありましたら、ご遠慮なく私どもの事務所までご連絡ください。
ケイグ、ピーター、グレンオルド。SCP 財団倫理委員会委員長。世界オカルト連合倫理評議会議長。実験記録。実態、3421。責任者。ドクター1343。実験目的。危険な状況及びスクラントン、モリウス妨害装置に暴露された際のクラス38実態の現実歪曲能力を確認すること。実験中、実態を再生するために SCP を使用する。実験1、低温、-35°C への暴露。結果、実態は気力を喪失し、敵耐性が減少した。継続的な暴露の結果、がゆえ腰部の体温の低下と皮膚層の崩壊が発生した。実態は継続的暴露後1時間で死亡した。実験2、高温、-150°C への暴露。結果、実態は速やかに熱射病により死亡した。死体は全表面に熱傷の形跡があった。高温にさらされたことによる臓器の損傷が見られた。実態は自身の安全のために現実を改変することはできなかった。実験後、水中への没入。結果、データが見つかりません。メモ、水はスクラントン、モリウス装置と干渉するようだ。実験13、電気への暴露。結果、実態は自身の安全を確保できなかった。死体は再生不能となった。実態は焼却のためボディ、ピットへ移送された。送信先、エンジニア242。送信元、エンジニア129。件名、原子炉炉心の有害な毒素の処理について。ピットの排水の逆流防止についていくつか問題がある。排水は配管によって外部に流されることになっているが、空気取り入れ口から吸い上げられて原子炉へ逆流しているようなんだ。この物質はかなりの猛毒だ。清掃のために部下を送りたくはないな。原子炉をしばらく止めて、そこに行って手作業で清掃しなければ、そのうちに相当深刻な問題になるかもしれないぞ。データが見つかりません。事案の概要。実態はさらなる実験への協力に難色を示し、そのため電気的措置により速やかに収容されました。実態は焼却のためボディ、ピットへ移送しました。エマーソン管理官からヒューマノイド収容棟全体の全面的な収容を求める追加命令が出されていることに留意してください。ご都合のつく時に進めていただければ、こちらもフロアの片付けを始めることができます。ケイグ、ドクター790。認識災害のため抹消はいくらか粘っているようだが、オラトールによる精神的圧力に間もなく屈することだろう。これは珍しいことではない。初期検査にやってきた実態の多くは様々な処置への暴露に対して抵抗してみせるが、ここで彼らに許された時間を超えて耐え抜くことはできない。実態は、認識災害のため抹消について非常に面白い効果を持っており、顔、種、胸の上部と腕を取り除くことであの特性を再利用できるかもしれないし。認識災害のため抹消を使ってマーク XII にも適用することもできるだろう。急いでドクター874にこの知らせを送って、この計画を進展させるつもりだ。ケイグ、ドクター720。送信先、ハドレイ博士。送信元、エンジニア242。彼らは今日、あなたのチヒル坊やをピットに下ろしていました。それに合わせて彼の収容記録は修正しましたし、排水がまだ阻害されていることも確認しました。彼についてあなたにどんな計画があるのか知りませんが、あの穴は今かなり有害な状態になっています。良い結果にはならないでしょう。添付されたファイルとともに回収された画像。エマーソン管理官、最初にこれだけは言っておくわ、あの番号制度は全くのクソだったわね。研究者の人間性をすっかり奪いたいというなら、小部屋にでも詰めておけばよかった。番号制なんて初めからお話にならないものだったのよ。これを読んでいるなら、あなたには決断すべきことが残っているでしょう。あのマリーたちの遺体をあの穴に投げ込んで、一体何が起こると思っていたの？彼らが生きていることそれ自体が彼らをあのマリーにしているのだとでも思ったの？バカね。生きるということは我々人間の最も異常でない部分なのに、私はあなたもそれをわかっているのだと思っていた。でもあれから、変わってしまったのね。収容違反は私の責任よ。あなたに嘘を言うつもりはない。仕事の中で、私はある幼い少年の分析をする機会があったわ。彼の名はエリア、
彼は血液のみを糧とし、その口で他人の血を吸うことができた、相手の皮膚を通して、ヒルのようにね。彼には2歳児未満の知能しかなかったけど、それでもなお、我々と同様に生きる機会を与えられるべきだった。彼は今までとは違う道を選ぼうとしていた。でもあなたは他の者たちにそうしてきたように、彼を焼くことを決めた。だから私は彼の記録を書き換えた。あなたのあの穴の火は彼を焼くことはできなかった。ただ彼を駆り立てただけ。それと、あの泥の山を積み上げもしたわね。あなたはあれを掃除させたいと言っていた。あなたも喜んでくれることでしょう。あの場所は随分とひどいことになっているから。何にせよ、あなたの決めることよ。収容違反は避けられないものだった。あの穴の底から這い出てきた者がそれをやるか、それとも私がこの手でボタンを押すか、いずれにせよ結果は変わらなかった。あなたは選ばねばならない。そのままでいれば、あなたが15年の間虐げ続けてきた怪物たちに間違いなく貪り食われるだろうし、あるいはスレッシャー、デバイスを起動して、あれが今よりも快適な現実へとあなたを放り投げてくれるのを祈ることもできるでしょう。いずれにせよ、私たちの世界はあなたとあなたの汚点を捨てざることができ、よりマシなものになるでしょう。ここはあなたの死の収容所よ、エリオット。あなたは自分で墓穴を掘り、今その中で死ぬのよ。ケイグ、ハドレイ、追伸、この写真がいつ撮られたのか覚えていないかもしれないけど、それでも自分の顔はわかるはずよ。驚くほど多くのことが、このわずかな年月の間に変わってしまったとは思わない。すべてはあなたが地位を追い求めたため、信じられないほどにね。そこにそれだけの価値があったことを願うわ。そうそう、もし私と話したいと思うなら、私はエリアと一致よ、日下にいる。いい具合に暖かい場所があって、彼が来た時のために準備しておいたの。ここは血でいっぱいになることでしょう。ホイ 1730.6 傍受された音声伝送。2016年2月1日の朝に、監視装置によって次の音声伝送が傍受されました。伝送内容は声明と、それに続く暗号化された信号から構成されており、最初に検出されて以降繰り返され続けています。伝送内容は次からアクセス可能です。伝送開始。こんにちは。私はムハンマド、スコット博士。SCP 財団サイト、13時間研究部門の研究員だ。私と私のチームは、最近発生した詳細不明の破滅的事象によってサイト、13内で見捨てられた。我々は敵対的実態と他の災害的異常存在に包囲されている。当初30名いたメンバーも、もう12名になってしまった。この周波数を傍受している全ての財団工作員に支援を要請する。物資も弾薬ももうほとんど尽き果てている。助けなしには、我々はあと1ヶ月も生き延びることはできないだろう。このメッセージの後に、船舶位置情報周波数帯に調整して暗号化した、1980年代の標準的な財団技術で解読可能な情報を送信する。この情報の中には、我々が把握できる範囲でこちらの座標を記述してある。送信機はデッドマンスイッチで私と直結されているから、メッセージは私が死ぬまで繰り返し送信され続けるだろう。我々を助けてくれ。よろしく頼む。暗号化された情報。伝送終了。SCP-1730 研究エリアへのアクセス。ホイ 1730.7。更新された探査に関する覚書。財団監視チームによって最近収集された情報を鑑み、サイト、13に再び探査回収チームを送り込むことは妥当だとみなされています。監督評議会指令によって SCP-1730 の封じ込め手順は更新されました。現在機動部隊タウ、ゴ、サムサラ、が運用される予定です。詳細は追って通知されます。ホイ 1730.8、探索及び回収ログの書き起こし。ファルを閉じる、探索映像ログの書き起こし、日付、探索チーム、機動部隊アポロ、3、火力管理人、対象、SCP-1730、部隊長、AP-3 ロス、部隊員、AP-3 ヒューストン、AP-3 ノア、AP-3 オヘイロ、AP-3 イーゴ。ログ開始、AP-3 ロス、無線が繋がった、全員 OK か ?AP-3 イーゴ、ちょっと待ってください。サイト司令部。
突入まで60秒。AP、3ロス。コピー、E5、大丈夫か？ AP、3E5。繋がりました。AP、3ロス。全員準備できたか？ AP、3ヒューストン。できてるぞ。AP、3ロス。よし、落ち着いていけ。ライトを絶やすな。何か怪しいものが見えたら、バイザーに ON にして皆に気をつけるように言え。この場所の内部トポグラフィーは不安定なことを忘れるな。はぐれる可能性は高い。その場合には、安定化するまで待機しろ。誰かが迎えに来る。誰も応答しなかったらブロードキャスターを使え、動くものは何でも撃て。仲間じゃなければな。AP、3のア。じゃあ常に撃ちますよ。チームは笑う。サイト司令部。突入まで30秒。AP、3ロス。ヒューストン、お前が先導しろ。情報によると、この入り口はとても長い階段に続いているが、そこに達するまでドアはないはずだ。そこまでは幾分安全なはずだ。わかったか？ AP、3ヒューストン。了解。AP、3ロス。他に質問は？おヘイロ、黙っているがわかってるか？ AP、3おヘイロ。問題ありませんボス。AP、3ロス。オーライ、いいぞ。サイト司令部。突入まで10秒。AP、3E5。始まります。間、サイト司令部。仮区管理人、作戦開始。AP、3ロス。始めるぞ。チームは SCP-1732 に入る。予想された通り、入ってすぐの空間は長い下り階段となっている。AP-3 ヒューストンが先導する。コマンド。チーム、我々は君たちをここからモニターしているが、何か予想外のものを確認、経験した場合は伝えてくれ。AP-3 ロス。コピー。チームは3分間降下する。SCP-1730 の内部は照明がなく、MTF-AP-3 の肩に装着されたライトのみに照らされている。AP-3 ロス。視界はどうだ？ AP-3 ヒューストン。良好だ、我々。ここにドアがある。踊り場のところ。AP-3 E5。私にも見えます。AP-3 ロス。オーライ、良くないことだが。おヘイロ、ノア、通り過ぎる時にそれから目を離すな。油断するな。チームは踊り場で立ち止まる。ヒューストンがドアを開けようとするが、施錠されている。AP-3 おヘイロ。ドアの下に風の流れがあります。塵の舞い方を見てみましょうか。AP-3 ロス。ああ、E5、サーマルカメラを見てみよう。AP-3 E5。了解。ちょっと待ってください。こちらです。10秒沈黙。AP-3 ロス。ああ、ダメだ。通信沈黙。何も見えない。先へ行こう。サイト司令部。チームリーダー、聞こえるか？問題ないか？ AP-3 ロス。ああ、問題ない。加工を続けている。サイト司令部。了解。少し沈黙があったのでな。大丈夫か確認したかっただけだ。チームは3分間加工を続ける。AP-3 おヘイロ。ライトだ、見てください。AP-3 ロス。ああ、コマンド、前方に光がある。出口かもしれない。よく見ておけ。チームはさらに2分加工する。AP-3 のア。くそ。AP-3 E5。うわ、なんだこりゃ。AP-3 ロス。くそ。オーライ、コマンド、階段の底は消失している。見えていた光はどこから来ていたのかわからないが、あと3段で虚空だ。そこは見えない。サイト司令部。コピー。落ち着け、我々にも見えている。AP-3 おヘイロ。何か落としてみたらどうです？どれくらい深いか見てみます？ AP-3 E5。よく見えますけど、永遠に続くように見えますね。AP-3 おヘイロは肩をすくめる。サイト司令部。仮区管理人、引き返せ。別の突入地点を探してみよう。AP-3 ヒューストン。くそ。AP-3 ロス。オーライ、これから。AP-3 E5。ロス、見てください。これは虚空じゃない、液体です。全く光を反射しないだけです。ピッチみたいな黒さです。AP-3 ヒューストン。水か何かに見えるな。AP-3 ロス。ちょっと待て。ああ、いずれにせよこいつとファックはできないな。コマンド、
この階段の底までどれくらいだ？サイト司令部、待ってくれ。沈黙、君たちは予想される階段の終わりから15メートル下にいる。AP、サンロス。すごいな。ここのトポグラフィーはおかしい。戻って別の出口が見つかるかどうか見てみよう。サイト司令部、チームリーダー、ちょっとその場に留まってくれ。君たちの場所を検出してみる。AP、サンノア。へい、チーフ。AP、サンロス。ちょっと待て。AP、サンノア。いや、見てください、あれは。AP、サンロス。黙ってくれ、今。AP、サンヒューストン。ファック、上がってきてる。AP、サンロス。クソ、オーライ、全員戻れ、ファック。黒い液体が MTF-AP、サンの背後で急速に盛り上がり始める。チームは比較的無口で素早く階段を登る。AP、サン E5。追いつかれそうです、ファック、急いで。AP、サンヒューストン。ジーザス、俺。AP、サンオヘイロ。ヒューストン、掴んで、ロス、助けてください。AP、サンロス。クソ、離す。AP、サンヒューストン。足が、ファック、ファック、ファック、俺の足、俺。AP、サンノア。ドアがあるぞ、急げ。AP、サンロス。踏ん張れ。チームは次の踊り場のドアに入る。ドアが乱暴に閉められる。AP、サンノア。ジーザス、足はどうなった？ AP、サンロス。クソ、ヒューストン、大竹。AP、サンヒューストン。ああ、待て。AP、サンイーゴ。なんです？サイト司令部。何が起こった？聞こえるか？ AP、サンロス。ああ、すまないコマンド、あっという間だった。ヒューストンが足を踏み外して足があの、もの、に覆われて、消えちまった。すっぱりと、初めからなかったみたいに。AP、サンヒューストン。まだ感じるんだ、みんな。まるで。なくなってるのは見やわかるが、痛みもない、立てそうな気もする。AP、サンオヘイロ。なんですそや。AP、サンヒューストンは立とうとする。彼の陽脚は膝元から失われているが、まるで消失した部分が未だ存在しているかのように浮かんでいる。AP、サンイーゴがヒューストンの足の下に手を入れると、全く障害なく空間を通り抜ける。AP、サンノア。おう。AP、サンロス。オーライ、まだあるってことだ。痛むか、ヒューストン。AP、サンヒューストン。普段と変わりない。AP、サンロス。OK。それは活かしてるな。コマンド、これに関して何かわかるか？サイト司令部、ネガティブ。AP、サンロス。オーライ。では進むぞ。コマンド、ここはメンテナンス用の通路か何かみたいだ。天井や壁をパイプが走っていて、ゲージもある。やたら暖かい。AP、サンオヘイロ。あそこの壁？サイト、13に何が起こったか？ AP、サンロス。ここの壁に繰り返し書いてあるな。コマンド、あれはミームじゃないのか？サイト司令部。違うな。研究によるとそのフレーズに異常な効果はない。だがなぜあちこちにそれが見られるかもわからない。AP、サンロス。わかった。ここを進む。チームは4分間沈黙する。この間、AP、サンノアのカメラが突然切断する。このことはすぐには部隊に伝えられなかった。AP、サンヒューストン。何かが前方にある。見えるか？角のところ。AP、サンイーゴ。人間ですか？ AP、サンロス。警戒して近寄れ、セーフティを外せ。チームは静かに目標に近寄る。目標に達すると、ビデオフィードは激しく損傷し、腐敗した、年齢不詳で、部分的に背後の壁と融合した人間の死体を映す。天井や壁がお互いに引き合っているように見える、いくつかの他の空間の歪みが周辺に見られるが、それらは AP、さんには気づかれない。AP、サンロス。ああクソ、やっと見知った顔に会えたなみんな。ザカリーだ。AP、サンオヘイロ。神に感謝します。どうやってここに来たんだいくん。沈黙。AP、サンヒューストン。俺たちもな。この場所はクソだ。俺の足を見ろよい。このクソよ。サイト司令部。チームリーダー、君たちは強力な認識災害の影響を受けている。スクランブル、バイザーのフィルターをアップデートする？少し待て。AP、サンイーゴ。
いや、コマンド、何もおかしくないです。これはザカリーです。そして退却する途中です。そうでしょう？ AP、3E5はふざけて死体をパンチし、顎が外れる。死体は応答しない。AP、3ロス。ザカリー、俺たちはここに閉じ込められた他の奴らを探している。もっと深いレベルに行く道を知らないか？沈黙。AP、3を閉路。くそ。AP、3ロス。OK、OK、下のそれはなんだ？沈黙。AP、3ロス。方法。沈黙。AP、3ヒューストン。くそ、彼は正しいぞ。ノアはどこへ行った？チームは振り返る。AP、3ノアは見えない。AP、3ロス。ああくそ、ザカリー、ここにいろ。ノア、聞こえるか？ノア、こちらロス。聞こえるか？コマンド、ノアは一体どこだ？サイト司令部。わからない、チームリーダー、アップロードが終わった、バイザーを再起動してフィルターを有効にしろ。チームはバイザーを再起動する。AP、3ロス。よし行くぞ。一体これは、うお、グロい。コマンド、壁の中に死体がある。融合しているように見える。バイザーも激しくチカチカしている。サイト司令部。了解した。チームリーダー、進んでくれ。AP、3ヒューストン。待て、見ろ、後ろだ。揺らめいているのが見えるか？ AP、3E5。ガスか？ガス漏れみたいに見えます。AP、3を閉路。ああ、ファック、見てください、床です。後ろを見て、ファック、ファック。AP、3ヒューストン。クソ、ノア、クソ。MTF AP、3に、揺らめく、透明な、この領域の空間以上の源に見えるヒューマノイド状の構築物が接近している。その足が床につくたびに、床はその周辺の空間をワープし、実体が通り過ぎると安定化する。MTF AP、3ノアが囚われている空間以上は極度20度のもののようで、彼の姿はほとんど見えないため、彼の詳細は不明だが、彼は実体の背後にぶら下がって見える。ノアは少しずつ動こうとしているように見えるが、アノマリーが動くたびにねじられ続けている。AP、3ロス。クソ、撃て、畜生。撃ちまくれ、クソ。MTF AP、3は実体を射撃する。銃弾が近づくとその軌道は変更し、ねじれて実体の周辺をスピンし、床に落ち天井に刺さる。AP、3を閉路。チーフ、効果ありません。我々。AP、3E5。腕が、クソ。AP、3E5は振り返り見えない力に抗っているように見える。AP、3を閉路のカメラからは、長く揺らめく透明な付属紙が、動くに従いその近くの壁を歪めながら AP、3E5に伸びているように見える。それは AP、3E5の左腕を包み、腕は視覚的に歪んでいる。E5は叫ぶ。AP、3ロス。ヒューストン、アンカーだ。AP、3ヒューストン。ああ、了解。AP、3ヒューストンは小型のポータブルスクラントン現実病を取り出し、実体に向け投げつける。赤い光がフラッシュし、一瞬の間実体は極度に損傷し、グロテスクに引き伸ばされたヒューマノイドとして視覚化するが、死の瞬間には、それを取り巻く空間の歪みがアンカーされ乱暴にリセットされ、強い衝撃波が狭いスペースに吹き荒れれるとともにヒューマノイドは消失する。チームは一瞬で無力化される。AP、3E5。俺の腕が。AP、3の左腕は明るい赤色をしているが、それ以外には損傷していない。AP、3を閉路がそれを調べる。AP、3を閉路。色はそのうち戻る。ただのアンカーのクールダウンだ。大丈夫か？ AP、3E5。ああ、大丈夫です。ありがとう。AP、3ロス。ジーザス、ノア、ノア、そこにいるのか？沈黙。AP、3ロス。誰かノアを見たか？ AP、3E5。ロス、ここです。壁に。埃が晴れるにつれ、AP、3ノアが見える。部分的に壁、天井、床20メートルにわたって融合している。エージェントは動かない。AP、3ヒューストン。えずく。AP、3を閉路。よく聞こえないつぶやき。AP、3ロス。神よ、コマンド、聞こえるか？ハロー。サイト司令部。聞こえるぞ、チームリーダー。AP、3ロス。ノアを失った。奴は、壁の中にいる。まだ進むか？サイト司令部。少し待て。
沈黙。サイト司令部。チームリーダー、ミッションの進行と、地上へ戻ることのどちらが危険と思われるか？ AP、サンロス。俺にはそれを知る方法がない。何がここにいるのかわかる手段がない。ここの何もかもがファックで信じられない。そもそも戻ろうにも戻れるかすらわからない。他のチームがそうだったようにな。戻れた奴らがいるのか？サイト司令部。その通りだな。AP、サンロス。正味の話、ここで何が起きようとも、戻る道で出会うものより悪いってことはないだろう。多分違いなんてない。何にせよ、進もう。サイト司令部。アファーマティブ。チームリーダー、君たちが目標に接触した場合に、君たちを脱出させるためのもう一つのチームが編成中だ。突入は4時間以内に行われる。AP、サンロス。ここにもう一つ機動部隊を送るってのか？このギグに志願するようなバカはどこのドイツだ？サイト司令部。サムサラ。AP、サンロス。おう。オーライ、クールだ。了解した。チームは少しの間特に障害なく進行する。彼らは荒らされた医務室、溶けてスラップとなったカフェテリア、体長100メートル以上の、オリンピア級、と同定された収容ユニットのウィングといった、いくつかの他のエリアを通過する。やがてチームはメイン通路を抜け通信センターと思われる部屋へ入る。彼らから見て反対の壁に一つのモニターが灯っている。AP、サンヒューストン。これは奇妙だな。AP、サンロス。落ち着いていけ。何か使えそうなものがないか部屋を捜索しろ。AP、サンイーゴ。ここらの端末は電源が来てますね。バックアップを見てみます。部屋の反対側で静電気のような音がする。オヘイロとヒューストンが灯っている画面へ向かう。AP、サンオヘイロ。何かが中継されているのか？画面がチカチカとして、映像が出現する。通常型の収容セルの内部が映っているが、設備や快適装備はない。カメラの背後の赤いライトが一つ灯っていて、空間をわずかに照らしている。隅に長い人影がある。AP、サンヒューストン。ちょっと待て、こいつは？ AP、サンオヘイロ。ホーリーシット、これは。AP、サンロス。なんだ？ AP、サンヒューストン。クソピエロのボブルだ。名前が出ると、部屋の隅の人影がカメラを見る。不明な実態。なんだい？何が欲しいんだい？誰だい？ AP、サンロス。ジーザス。俺の名はカーター、ロス。ここへは、待て、本当は、お前は誰だ？実態は横を向き、その体が闇を通して少しだけ見やすくなる。実態の詳細はほとんど見えないが、赤い光がその目を照らしている。不明な実態。ふーむ、君は違うね。君からは違う匂いがする。僕がここからも鼻が利くって、君も知ってるだろう？知らないのかい？でもあいつらは知っていたよ。あいつらと君は違うね。あいつらはそれを突き止めるために随分頑張ったよ。あいつらは知っていた。あいつらは知っている？あいつらは知るだろう。AP、サンロス。お前はピエロのボブル、そうだな。実体は収容セルの壁をゆっくりと横切り、赤い光の届く外へ移動する。その動きは明らかに奇妙だ。それはカメラの近くへと来る。不明な実体。僕がボブルだった頃、あいつらは一度は僕に番号を与えたよ。でも君のお友達は番号が嫌いだった。僕たちを番号で区別するとは言ってたけどね。ふーむ、僕はボブルじゃない。でもかつてボブルであったものだ。君はあるべき場所にいないね、鉄砲くん。君はここの空気にマッチしてないよ。君は場違い、僕みたいに。僕たちみたいにね。AP、サンロス。ふん、そうか。ここに何が起きた？不明な実態。エマーソンパパはこの世界を編んでる糸でちょっとしたトリッキーなゲームをプレイしたのさ。タイトロープみたいにその上を渡って、落っこちて驚いたみたいだね。トリッキーな小さなエマーソン君は、ただ箱が欲しかったわけじゃない。のんのんのん、アイデアが詰まった箱が欲しかったのさ。痛み、恐怖、死みたいなアイデアだね。彼はそういう箱を糸の上に積むために頑張って、それで全部を壊したのさ。それで僕らも彼と一緒におしまいってわけさ。笑う。それは次第に小さくなる。AP、サンロス。他にどれくらいの実体がいる？他のものについて知っているか？不明な実体。どれくらい？へへへ、
どれくらいの実態がサイト、13に飲み込まれたのかな？笑う、おバカなおバカな場違いな君、おバカな小さな子。すべてがサイト、13に通じてたのさ。財団が何かを見つけ、連合がそれを捕まえた時には、この下の肉引き機に食べられたのさ。何もかもね。何も得られなかったら埋めて隠しておしまい。ちょっと運がいいと、ボブルみたいに運がいいと、面白箱に詰め込まれて遊ばれるのさ、おもちゃにされるのさ、実験されるのさ。どんな声で死なせてっていうのか聞くためにね。他のはそんなに運が良くなかった。君も知っての通り、あいつらは食を燃やした。スープの缶みたいに全部を逆さまにして中身をかまどにぶちまけて、全部を燃やしたのさ。あいつらは他にもやったよ。もっと悪いことをね。エマーソンパパはそれが好きだった。彼はいつも見てたよ。見るのを楽しみにしてたね。唾を吐く。AP、サンロス。もっと悪いこととはなんだ？不明な実態はカメラに近づき、赤い光に照らされて全身が映る。動くに従って、体の大部分がビデオノイズに歪められる。そのノイズは実体の組織に切り込み、黄色い液体を滴らせる切り傷を作っているように見える。動くに従って実体の一部が剥がれ落ちていき、ノイズに置き換えられる。カメラに近づく頃には、その顔の半分が剥がれ落ち、片目はノイズで隠されている。不明な実体。悪いことは何でも。AP、3E5。チーフ、無線に何か感知しました。生存者の信号だと思います。我々は近づいています。AP、サンロス。オーライ、進もう。不明な実態。楽しんでね、みんな。死の虫に噛まれちゃダメだよ。笑い、もし下でエマーソンパパに会ったら、僕のために死ぬまで彼をレイプしておくれよ。AP、3チームは通信室を出てメイン通路に入る。AP、3E5が発見したシグナルの強度から判断すると、彼らは今は亡きサイト、19の低音が加え、ウィングで使われていたものに似た、冷凍収容ユニットの近くにいると考えられる。彼らがこのエリアを通過する間、司令部はチームのメンバーの信号をロストし、簡潔的なノイズのみが聞こえる。信号が再度受信されるまでこれが30分続く。AP、サンヒューストン。コマンド、コマンド、そこにいます？聞こえますか？サイト司令部。ヒューストン聞こえている？無事か？全員無事か？ AP、サンヒューストン。あーくそ、神よ感謝します。我々はずっと通信を試みていました。生存者を発見しました。彼らはここの、何と言うべきかわからないんですが、この場所に潜んでいました。でも居住に適した場所ではないです。20人、いや30人くらいいます。我々のエージェントも何人か見つけました。メクラネズミと、トラベラーズの連中です。彼らは全員ここにたどり着いてました。サイト司令部、脱出の準備はできているか？ AP、サンヒューストン。そうです。それで、これは我々が予想していたような展開じゃないと思います。見込んでいたよりはるかに悪いです、コマンド。彼らがそもそもどうやって閉じ込めていたのかもわかりませんが、すべての収容セルが壊されて解放されていることは確実に言えます。このクソは現実です。紛れもない現実です。近くの通路でずっと物音が聞こえます。俺たちを探してるのがなんであれ、そいつらはとても怒っています。もし見つかっても、そいつらを倒して、ここの人たちを脱出させるための弾薬がありません。サイト司令部。ロスはどこだ？ AP、サンヒューストン。彼は奴らが今夜来た時に備えて、他の人たちと一緒に防御陣地を構築しています。良い状況には見えません。バックアッププランがあるのかわかりませんが、どんなアイデアでも受け入れますよ。サイト司令部。今までどれくらいそこにいた？ AP、サンヒューストン。おそらく3日間ですか？サイト司令部。アファーマティブ、アポロ、3チーム。救助と回収のためにタウ、号機同士突入させる。AP、サンヒューストン。了解。彼らに急ぐよう言ってください。救出、回収映像ログの書き起こし。日付、探索チーム。機動部隊タウ、5、サムサラ。対象、SCP、1730。部隊長、T、ゴイランプ。部隊員、T、ゴムンルー、T、ゴーンルー、T、ゴナンクー。覚書き。以下は、機動部隊 AP、
3、火力管理人が SCP-1730 内部の生存者に接触した後、機動部隊タウ、5、サムサラのメンバーにより実施された救出、回収ミッションの音声、映像の書き起こしである。AP、3チームはサイト内部に多数の敵対的実態が存在するため、生存者救出における支援を要請した。MTF タウ、この各構成員は各自の仕様に基づき、腕部装備型小イケノン、衝撃吸収拡張規約部、耐熱プレート、目内埋め込み型スクランブル装置。その他の多数のサイバネティック強化装備を装備していた。タウ、この突入地点は AP、3チームの突入した第2エントランス近くの排水ゲートだった。ログ開始。T、5イランプ。プラグインした、サイトコマンド、聞こえるか？サイト司令部。聞こえるぞ。突入まで60秒。T、5南空。それで、このミッションはどれくらい危険と思われるの？ T、5ムンルー。今のところ送られて帰ってきた奴はいない程度だな。相当ってことだ。T、5南空。了解、それは面白そうね。T、5イランプ。チーム、視覚装備をチェックしてくれ。ミーム災害にやられる奴を出すのだけは避けたい。T、5南空。了解。いいわ。T、5ムンルー。俺もよし。T、5ウンルー。良好。T、5イランプ。よし、我々の任務は生存者の救助だ。何かを収容する予定はない。だから何かアレなものが見えたら始末しろ。T、5南空。いつもみたいにね。T、5ムンルー。念押しする必要ないだろう。サイト司令部。チーム、突入まで30秒。サイト司令部。突入まで10秒。サイト司令部。タウ、5救助、回収を開始。T、5イランプ。行くぞ。T、5チームは第2オフィスビル下の排液ゲートに入る。各チーム員は肩に装備したランプを点灯し、トンネルを照らす。少しして、チームはもう一つの扉に到着する。ゲートの後ろに何本かの太い排液パイプが見える。T、5ムンルー。見ろ、死体だ。ゲートに押し付けられている。様々な破壊の程度を示す、20体以上の焼け焦げたヒューマノイドの死体が扉の下部に押し付けられている。何本かの腕が格子を抜けてトンネルに向けて伸びている。T、5南空。これは、すごい焼けてる。どこから来たと思う？ T、5イランプ。難しいな。この状態ではどの程度の距離を移動してきたのか想像もできん。T、5ムンルー。この近くに焼却炉がなかったか？例のボビ、ピットの近くだと聞いているだろう。彼らはそこから来たのかもしれない。T、5南空。焼却炉？ T、5イランプ。調べ始めるにはいい場所だな。あのパイプに入ってみよう。T、5チームは扉を切断し、その後ろの壁をよじ登り3本の排液パイプのうち最も太いパイプに入る。チームは少しの間進む。T、5ウンルー。温度が上昇。T、5イランプ。俺も気づいた。近づいてるんだろうな。T、5ムンルー。加工もしている。おかしい、排液パイプってのは入れるものじゃなくて出すものだろう？ T、5南空。もしかしたらだけど、トポグラフィー異常の影響かもしれない。T、5イランプ。それっぽいな。T、5ウンルー。イランプ、ここの壁は脆い。反対側で音が響いてるのが聞こえる。T、5イランプ。向こうに何がある？ T、5ウンルー。ちょっと待って。通路、だと思う。T、5イランプ。わかった。オーライ、見てに分かれよう。ムンルー、お前と南空はこのトンネルがどこへ続くか見てくれ。オンルーと俺はこの壁を抜けて向こう側を探索する。T、5南空。で、私たちがやられたらどうするの？ T、5イランプ。やられるな。T、5南空。了解。T、5チームは分割し、T、5南空とムンルーは排水パイプを熱源に向けて進む。T、5イランプとウンルーは薄い壁を抜けて通路へ出る。イランプとウンルーは排水パイプと通路の間の壁を破壊する。通路からは薄暗い天井ライトに照らされたいくつかの簡素なオフィスに繋がっている。エリア全域はしばらく前から遺棄されているように見える。イランプとウンルーはエレベーターか階段を探すが何も見つからない。少しして、オンルーはコントロールルームへと繋がるドアを発見する。
大きなガラスの監視窓が何らかの暗い色の物質でよく見えなくなっている。その部屋のコントロール機器の多くが破壊されている。T、ゴンルー。ここは焼却炉のコントロールルームみたい。見て、あそこに、焼却炉、1、と書いてある。その下は、8、下部にボディ、ピットへのアクセス。T、ゴイランプ。コントロールルーム付きの炉なんて聞いたことないな。窓を塞いでいるのはなんだ？ブラストシールドか？ T、ゴンルー。違う。違う。窓に近づく、これは死体。ガラクタ、廃棄物。凝集して固着してる。見て、顔がある。T、ゴイランプ。ああ、そうだな。情報によるとエンジニアたちがここから出る排液パイプを塞いだそうだ。ナンクーとムンルーは多分それにぶつかるな。ここから下へ行く道が他にもあるんじゃないか。焼却炉を抜けて下に行けるかもしれない。T、ゴンルー。ちょっと待って。ゴンルーは監視窓の近くの比較的ダメージの少ないコントロール機器に近寄り眺める。その間に、ナンクーとムンルーがドアから現れる。T、ゴムンルー。塞がれていたぞ。パイプの終わりで何かがスラックになっていた。突き破ろうと下がすごく熱い。T、ゴナンクー。手を折ってしまったわ、見て、手を見せるが、損傷していない、いや、折れていたって意味。T、ゴイランプ。静かに、オンルーが何か調べて。T、ゴンルー。わかった。オンルーが大きなスイッチを押し、いくつかの近くのノブを回す。巨大なうめき声のような音がして、窓を塞いでいた物質がゆっくりと回り出す。T、ゴナンクー。面白いわね。何かが崩壊して外れるような衝撃があり、内容物は急速に回り出資減っていく。タービンが回る音が別に聞こえる。チームの体内温度計が熱により安定した上昇を見せ始める。T、ゴムンルー。減っていくぞ。見てみろ、見えるか？窓を塞いでいた物質はなくなり、直径最低でも300メートル、深さおよそ400メートルの巨大な円筒形のチャンバーを映す。チャンバーの中央には巨大なシャフトがあり、いくつかの巨大なタービンが取り付けられチャンバーの高さ全体に伸びている。タービンが回るにつれ、チャンバー内の物質は果敢に誤液になっていく。チャンバーの治療場近くにはいくつかのパイロットライトがあり、チャンバーの外周には大きな穴がいくつも開いている。T、ゴンルー。オーライ、それじゃあ。オンルーがもう一つのスイッチを押すとパイロットライトが灯る。膨大な炎の流れがチャンバーの天井から降り注ぎ、下の物質を焼く。追加のジェット火炎流がチャンバーの壁から放射され始める。T、ゴイランプ。見ろ、そこの近くに水門みたいなゲートがある。ここから出られそうだ。あそこだ、見えるか？あれを開けられるか？ T、ゴンルー。ええ。できた。ピットの底近くだが、内容物よりは上の大きな円形のゲートが開く。T、ゴムンルー。いいぞ、しかしどうやったらあそこに行けると思う？パイプはブロックされて。ナンクーは腕を伸ばし、手首に装備された投射武器を目の前のガラス窓に数発発射する。ガラスは割れて砕け、チャンバーの熱気が部屋に流れ込む。T、ゴムンルー。率直だな。T、ゴナンクー。微力を尽くしたわ。チームは焼却炉に入り、もう一つの排液パイプの近くの棚に飛び降りる。チームは回転するブレードや未だに減り続ける生物由来の果敢に誤液を避けながら広大なチャンバーを進む。T、ゴムンルー。この場所、何か嫌な感じがするな。T、ゴナンクー。うん。T、ゴムンルー。ああ、実際。ナンクーに視線を投げかける、この中身は全部どこかへ、速攻のどれかから、多分俺たちの死体排出されるはずだろう？ T、ゴイランプ。俺たちにはそれを見つける時間がない。このパイプを通ってその先どこへ行くかを見よう。チームは開けたゲートへ入り排液パイプを少しの距離降下し、巨大な水槽へ出る。水槽は巨大で生い茂っている植物状の構造物に照らされている。T、ゴナンクー。面白いわね。これは何だと思う？ T、ゴンルー。これはわからない。彼らの声に反応して、構造物はゆっくりと震え始め、数線の成長し、回転する足が体部から放出される。これらがフルに従い、水槽全体が明るく照らされる。T、ゴムンルー。見ろ、影だ。
伸びる足は水槽の壁に、異様な動き方をするぼんやりとした複数のヒューマノイドの影を作る。これらの影は手を前方へ、まるでチームの方へ伸ばしているように見える。足がかかにご駅につくと、光と影は消える。てい、ごいランプ。オーライ、どちら側へ進む？てい、ごムンルー。これは焼却炉から出てきている排液パイプだ。焼却炉は東側の複合体へ伸びる発電所の地下にある。考えられる限りは、ここから北西に進む必要があるから。待て、あそこを見ろ。てい、ごナンクー。何を？てい、ごムンルー。壁だ。何かが滲み出ている。前からあったか？てい、ごンルー。なかった。てい、ごいランプ。壁に近づく、黒くててかっている。間違いなく滲み出ている。何かが押し出ようとしてる。てい、ごナンクー。どういう意味？何それ？排水？てい、ごムンルー。そうじゃなさそうだ。多分反応炉から出てきてる。あるいは。てい、ごンルー。壁に近づく、違う。これは血。ヒル。てい、ごいランプ。なんだって？てい、ごンルー。見て。オンルーは肩に装備したランプに照らされた壁の一点を指さす。その点では、濃厚な黒い液体の流れが壁の亀裂から滲み出ており、亀裂の中で何か小さなものが身をよじっている。チームはその一点へズームする。小さなのたうつヒルがその一点から出てきて地面へ落ちる。てい、ごナンクー。ふん、ヒルね。これは何を意味するの？てい、ごムンルー。良いことではないな。小さなヒルは彼らの足元で生物のカカニゴ液へと移動し、それを吸い込み始める。それにつれて、ヒルは次第に大きくなり始める。てい、ゴンルー。その上、壁の中、あそこ、出てくる。チームは壁を振り返る。その壁の表面のいくつもの亀裂から黒い液体が染み出している。それらの亀裂を抜けて何匹かの小さなヒルがよじり出てくる。てい、ゴイランプ。オンルー、何が見える？てい、ゴンルー。下に何かある。巨大で、人の血に覆われてる。こちらへ向かってくる。指みたい。ホストに繋がってる。ヒルを持ってきて。てい、ごムンルー。なんだって？てい、ごナンクー。冗談。てい、ごンルー。違う。一匹持ってきて。彼らはテレパシーを使う。そうやって連絡し合ってる。ヒルが必要。イランプが部屋を横切り地面のヒルを掴む。液体から引き離されるときにそれは暴れ身をもじり、彼の手にいくつかの塊を吐き出す。てい、ごいランプ。キモいな。立ち止まってヒルを眺める、ほらよ。てい、ゴンルー。オーライ、少し待って。オンルーは左手をヒルへと伸ばす。手は展開し何組かの長く、繊細な、先端のとんがった金属の棒へと分割する。彼女はヒルの肉、脳の近くへとその棒を差し込む。てい、ゴンルー。あった。見る。彼らは焼却炉が起動したのを聞いた。空腹で、ここへ食べに来た？たくさん。ホストはこの下にいる。でも深くて見えない。実体のネットワーク全体の神経活動が見れれば、彼らのいるエリアのマップを把握できる。できるかどうかやってみる。行きましょう。みんなの網膜に全部映ってるはず。てい、ごいランプ。クレバー。てい、ごナンクー。今見えてるのが地図。地図というには歪みすぎてるけど。てい、ゴンルー。トポグラフィーの変化が進行中。サイトの構造は変化してるけど、サイトはまだこの局所現実に存在する。ただ不安定なだけ。てい、ゴムンルー。スレッシャー、デバイスがどこにあるかわかるか？てい、ゴンルー。多分このセクションに関連してる。ここ、このマップに示された根拠に基づく論理上の構造デザインプランを見て。ここに追加のウィングが丸々一つある。でもそこにはヒルは全くいない。ここ。そのエリアに配管が走ってるのが見える。そこがスレッシャー、デバイスのありか。沈黙。てい、ごいランプ。我々の回収目標は？てい、ごんるー。このエリア。ここ。廊下がいくつか大きな研究ウィングに繋がってるけど、ほとんどが閉鎖されてる。時々、ネットワークの一部が、ここ、暗くなる。生存者はそこにいる。てい、ごいランプ。我々の現在地から一番近い道はどれだ？てい、ゴンルー。ちょっと待って。選択肢は3つ。
それぞれ違った危険がある。一つ目はこのパイプラインをプラントの廃液処理施設に着くまでもっと下る道。これが最も遠いけど、その施設からは生存者へまずマス一発で届く。二つ目はこの下のもう一つの水槽へ行く道。それはここの大きなチャンバーへ直接繋がってる。そこにはヒルがいる。今も聞こえる。なんでそれが戻ってこないのか不思議。ティー、ゴイランプ。そして三つ目は？ティー、ゴーンルー。三つ目はここのこのエリアを通り抜ける道。そこは、奇妙。ヒルがその地点の周りを動いてるのが聞こえる。うるさくて、無秩序で、衝動的にあまり、正確さがない感じで動いてる。でもこのエリアの中では、彼らはとても静か。彼らはそこへ、何か、のために出たり入ったりしてる。でもとても、とても静かにやってる。ティー、コナンクー。足で地面を刺す仕草、このヒルを見て。もう猫くらいのサイズよ。ティー、ゴムンルー。そこには他の実体はいないのか？ティー、ゴーンルー。わからない。ヒルは出口も入り口も一つしか使ってない。彼らはその道からは外れない。それで彼らは周りを見ていない。ティー、ゴイランプ。どの道が一番早い？ティー、ゴーンルー。最後のが一番早い。このトンネルを保守用ドアまで進んで、階段をそこまで下る。そこに着いたら、そこから左側に向かってそのエリアへ向かう、あるいは多分そこを通り抜ける廊下がある。そして反対側には研究ウィングの裏口がある。ティー、ゴイランプ。オーライ。それじゃあ、その道を使おう。ティー、コナンクー。残念。何匹かヒルを撃ってやればよかった。ティー、ゴイランプ。この先いくらでもチャンスはあるだろ。確実にな。生存者の救助を急がなくちゃならん。オンルー。生存者のいるウィングにヒルが侵入しようとしてる感じはあるか？ティー、ゴーンルー。このサイトには大量の血がある。冷えているものも多いけど、すぐに彼らの元に来る。チームは水槽を離れ西側への排液パイプを進む。するとチカチカするランプに照らされた保守用ドアに着く。ティー、ゴムンルー。ドアに何か書かれている？チ、ブルード。ティー、ゴナンクー。壁にもあるわ。見て、なんで書かれてるの？ティー、ゴイランプ。ちょっと待て。ティー、ゴンルー。見て。オンルーは肩に装備したスポットライトを強め、トンネルの壁面全体を照らす。ち、という単語が壁の表面に、黒く濃厚な物質で何度も繰り返し殴り書きされている。オンルーは左を向き、突き当たりに数体の非体体があるのを照らし出す。すべての死体は同じ液体に浸され、染み出している。ティー、コナンクー。心が乱れれるわね。ティー、ゴイランプ。行こう、時間を無駄にできない。チームが保守用ドアに入ると、その先は階段室である。上へ向かう階段は無傷だが、下の階段は破壊されている。階段室の壁は亀裂で覆われ、そこから黒い液体が染み出している。ムンルーはフレアを灯して落とし、チームはそれが落ちるのを観察する。少ししてわずかな水しぶきの音がしてフレアは着地し、下にある床をあらわにする。ティー、コナンクー。このサイトはどれくらい大きいのかしら？ティー、ゴーンルー。サイト、19は最低でも地下50階ある。ウィングも80を下らない。サイト、13についてこれまでわかってることからして、それぞれその2倍以上、はなくても2倍ちょうどくらいはありそう。ユークリッド9の収容セルだけでサイト、81の倍はありそう。ティー、ゴムンルー。ということはまだ誰も見たことがないもっと悪いものが下にあるかもしれない。ティー、ゴイランプ。ほぼ確実だな。イランプは踊り場から跳躍してフレアの近くに着地する。彼のインプラントは衝撃のほとんどを吸収する。他のチームも同様にする。階段室の底には通路へ続くもう一つのドアがあり、チームはそこへ入る。ティー、ゴイランプ。どこへ向かっている？ティー、ゴーンルー。この通路の200メートル先、右側。そこにいくつかセキュリティドアがあるけど、無効化されてると思う。そこを抜けると、データ保存センターだと思う。そこは大きくて、地表の冷却塔につながる排気管がある。ティー、ゴムンルー。ヒルが奇妙な行動を取り始めるのはどこだ？ティー、ゴーンルー。そこ。ティー、ゴムンルー。素晴らしいな。チームは通路を進む。
南空が先導し、オンルーとムンルーが左右を固め、そしてイランプが後方を警戒する。彼らはドアを通り過ぎるドに、施錠されているかどうか確認する。ほとんどのドアはネットワークメンテナンスエリアに通じているが、一つだけは以前 AP、3チームが訪れた遠隔コミュニケーションルームに通じている。反対側の壁のスクリーンの一つが内側から破裂しているように見える。T、コナン空。見て。これはサーバーエリアへのドアよ。T、コムンルー。あそこのドアはなんだ？ T、コイランプ。冷凍保管所への階段、と書かれているな。推測だが、おそらく上の階へ通じていて、この部屋の右上に当たりそうだ。このデータセンターにとって干渉材になっていそうだな。T、コムンルー。そこを抜けて進むことは可能か？ T、コイランプ。どの道が早い？オンルー？ T、コンルー。私に見えるのはサーバールームを通る道だけ。そこにはヒルがいない。おかしい、その部屋へのアクセスポイントがたくさんある。とても奇妙。T、コイランプ。サーバールームを通る道か。よし、行こう。チームはサーバールームへのドアに入る。彼らはさらに数枚のセキュリティドアを通過するが、その全てが施錠されていない。その間、気温は著しく低下し、およそ20度 C で一定となる。イランプはチームに、内部機関を低温から守るための内部発熱コイルを起動するように身振りで示す。チームがサーバールームへ向け通路を進むにつれ、T、コナン空のスクランブル光学インプラントが起動し、異常ミームをフィルターするシグナルが発される。しかし、T、コナン空は以前視界にオーバーレイされる警告球を無効にし、聴覚インプラントに接続された音声球にリレーしていた。音声による警告は全く起動されなかった。T、コンルーが一切の音が聞こえないことに気づいたのは、チームが第1サーバールームに入った時だった。はじめは聴覚インプラントの問題と考え、オンルーはインプラントを外して再起動する。それが正常動作し始める前に、彼女はこのことをイランプに伝えようとする。イランプはチームに止まるように身振りで伝え、異常な効果の発生源を見つけようとする。各チームメンバーにスクランブルフィルターが発動した警告が現れる。ムンルーは彼らが入ってきたドアに向かうよう身振りするが、イランプはサーバーエリアの後ろ、研究ウィングに向かうよう身振りする。音のない議論の間、南空が大きな部屋を横切る動きに気づく。チーム員に留まるように身振りした時に、小さな悲鳴のような音が聞こえ始め、ゆっくりと高まっていく。彼らが集まると、ムンルーはサーバーラックに黒い液体で、静かに、そして、見るな、と書いてあるのを見つける。彼はラックを指し示し、チームはそれを了承する。イランプは遠い方の壁へ移動するように身振りで指示し、彼らはサーバーラックの間を後部で口へ向かいゆっくりと移動する。突然、オンルーは巨大な実体が部屋を横切るのを一瞬見て、チームに前進をやめさせる。彼女は部屋の核を見て、実体を再度視界に捉える。実体は巨大で、多数の死を持った姿をしている。実体の基本的な構造は浮遊して座禅を組む、6本の足、18本の腕、72本の手を備える36本の前腕を持つヒューマノイドである。それぞれの死は独立して動き、一定の、唐突で反射的な動きでジェスチャーやポーズを取り続けている。実体は頭部を持たないが、代わりに巨大で平坦な円状の構造がその胸部上側に取り付けられている。それは明るい白色で輝き、実体の灰茶色の肌を照らす多数の印サインや図案グリフで覆われている。実体の腕には鎖に繋がった金色の帯が取り付けられており、ジェスチャーを描くために腕が使われていない時には床面に垂れ下がっている。金色の帯には、鎖が切れて不活性状態ではあるが、後に強力な抗キネト災害と同定された図案グリフが刻まれている。最も目につくこととして、一人のひどく痩せてやつれ、激しく焼け焦げた人間が実体の頭部に該当する円形構造に縛り付けられている。その人間は高速に抗って身をもじり、叫び声を上げているように見える。悲鳴が音声を抑制する実体のキネト災害を通してすら聞こえてきているようだ。実体がジェスチャーを行うたび、頭部の図案グリフは即座に輝き、それに接する人間の肌を焼き、さらなる苦痛と悲鳴の音量増加を引き起こしている。T、コンルーは実体の何らかの性質が彼女の光学インプラントに重大な障害を引き起こし、スクランブルの演算を行う回路を焼いていることに気づく。
彼女は目をそらし、網膜にダメージが及ぶ前にインプラントを抜き、タウ、5チームの他のメンバーに直接実態を見ないように身振りする。チームは了承し、前進を再開する。突然、悲鳴が劇的に音量を上げ、チームに近づき始める。ムンルーは近接地雷をパックから落とし、もう一つを少し離れたところに設置する。チームが実体から逃げる間、青い電流がサーバーラックの間に電光を描き始め、その下の床面が砂でできているかのように流れ始める。南空が皆を床に引き倒すと、一つ目の近接地雷が爆発する消音された衝撃波が背後から襲いかかり、床面は固体化する。チーム墓道を曲がり、部屋の後部で愚痴が視界に入る。髪型では天井に穴が透き、冷凍保存研究室が露出し、完全に破壊された複雑な収容セルもわずかに視界に入る。白く加熱したズアングリフが彼らの下の床面と周囲の空気流に現れる間、チームは素早くドアへと移動する。チームはズアングリフを飛び跳ね、避けながら進むが、ゲイ、コナン空のサワンが空気流のズアンに触れてしまい炎に包まれる。イランプが南空の後方からそれを見て肩を射撃し、腕を吹き飛ばす。腕は床面に落ち爆発し炭化した残骸となる。ムンルーが最初にドアに到達し開け、オンルーが即座にその後に続く。南空がよろめき出てドアの外で倒れる。イランプが最後に出る。ドアを閉める寸前、イランプが迫り来る実態を見るために振り返る。かろうじてわずかにジェスチャーと、燃え盛るズアングリフ、そして人のものとも思えない悲鳴が近くで来たのみである。ドアが乱暴に閉められるとき、イランプは実態の頭部に縛り付けられたヒューマノイドの姿にズームし、エマーソン、という単語が、まるで溶けた布の繊維のように肉に焼き付けられているのを見る。イランプは乱暴にドアを閉め、即座に光学インプラントを外す。チームは廊下を走り保安ドアから離れる。足音がゆっくりと聞こえるようになってくる。いくつかの通路の接点である大きく開けた場所に来ると、彼らは止まり息をつく。ゲイ、ゴムンルー。あいつ。あいつが何だったかわからんが、うまく対応できたのが信じられん。あれは何だったんだ？ゲイ、ゴイランプ。見当もつかん。ああいうものは見たこともない。ゲイ、ゴンルー。頭に人が縛り付けられていた。見えた？ゲイ、ゴナンクー。見たわ？叫んでいたみたいね。間を置き、腕の切り口を見る、後になってから悲しくなってきそう。ゲイ、ゴイランプ。大丈夫だ。気をつけていけ。ゲイ、ゴナンクー。おどけて、いずれにせよ必要よ。ここにもう一本あるし。それに、南空は彼女の肩に装備された火炎放射器を振って左肩へと移動させ、取り外して本来サワンがあった場所へと装着する。まだ腕があったとしても、いずれにせよ用途は同じだったんじゃない？ゲイ、ゴイランプ。了解した。みんな問題ないか？ゲイ、ゴムンルー。そこまでくたびれてはない。ゲイ、ゴ南空。良好よ。ゲイ、ゴンルー。私も大丈夫。着いた。見て。チームはすぐ東側の通路に目を向ける。そこはバリケードと多数の爆発物と燃焼性の装備が設置されている。ゲイ、ゴイランプ。よし。バリケードに接近する。ハロー、こちらタウ、ゴイランプ。誰かいるか？脱出を手伝うために来た？ハロー？沈黙。ゲイ、ゴムンルー。遅すぎたのか？ゲイ、ゴイランプ。そんなはずはない。ハロー、誰かいるか？聞こえ。引きずる音がして、大きな木箱がわずかに動く。木箱と壁の間から、位が顔が見える。ゲイ、ゴムンルー。笑い。ゲイ、ゴイランプ。隊長。ローカル通信ネットワークに新たな接続がある。ゼータ、Q、メクラネズミ、隊長ホリス。G、Q ホリス。おーみんな。マジなわれしパワーレンジャーよ。話は聞いてるわ。チームを見回す。電車にでも惹かれたみたいね。G、ゴムンルー。似たようなものだ。G、Q ホリス。うなずく、よし、じゃあ来て。時間はあまりないわ。チームは木箱の隙間に進む。ムンルーと南空が抜けた時、オンルーが立ち止まる。イランプが気づき、振り返る。ゲイ、ゴンルー。イランプ。見て。ヒル。黒い亀裂が何本も背後のアトリウムの壁に形成される。うごめく黒いヒルたちがそこからこぼれ出し始め、濃い、黒い液体が続く。
5位ランプ。おう。ホイ 1730.9。救出ログの書き起こし。救出映像ログの書き起こし。日付、回収部隊。機動部隊タウ、5、サムサラ。探索部隊。機動部隊アポロ、3、カリク管理人。探索部隊。機動部隊 G、9、メクラネズミ。対象。SCP-1730。部隊長。D、ゴイランプ。G、9、ホリス。AP、サンロス。部隊員。D、ゴムンルー。D、ゴーンルー。D、ゴナンクー。AP、サンヒューストン。AP、サンイーゴ。AP、サンオヘイロ。G、9、モロス。G、9、イロー。ノーツ。以下は機動部隊タウ、5、サムサラ、が MTF アポロ、3および MTF ゼータ、9の生存者と接触した後実行された救出、回収ミッションの音声、映像の書き起こしである。機動部隊の部隊員とは別に、チームはサイト、13の時間研究部門副管理者ムハンマド、スコット博士などの27名のサイト、13職員の生存者の回収を任務としていた。これらの人員のうち何人かは重傷を負っており、救出をさらに困難なものとしていた。機動部隊アルファ、20、ホーリー、ダイバーズ、の部隊員が地表に待機し、回収チームがサイトの深部から脱した際には救出を補助できるように準備していた。ログ開始。T、5位ランプ。マイクを入れろ。AP、3位5。これが本当に全部記録されてるか心配になりませんか ?AP、3ロス。イーゴ、無駄口叩くな。彼に従え。G、9ホリス。あなたたちが先導して、パワーレンジャー。T、5位ランプ。了解した。オンルーが脱出プランを立てた。説明してくれ。T、5オンルー。私たちがここから取る道は、データセンターの実態とアトリウムにいる生物のために妥協を迫られてる。スコット博士とそのチームの証言から、私たちは現在判明している主な脅威から可能な限り遠ざかるルートを考案。残念ながら、私たちも全ての脅威を把握できていない。スコット博士ですらサイトに収容された実態の全情報のアクセス権は持っていないから。よって、私たちは極限の警戒を持って進むべき。このことはよくわかってると思うけど。AP、サンヒューストン。ああ。ちょっとはな。G、9イロー。オーライ、ではどういうルートを取る予定だ ?T、ゴーンルー。トポグラフィーマップを開く、私たちの侵入ルートはこことここ。今のところ遭遇した最も大きな障害はこのサイトの仮想レベルの空間的不安定性。ホリス隊長とスコット博士の示唆から、私たちは最初に施設のこのセクションに移動する。そこにはスレッシャー、デバイスが収容されている。このデバイスがこの、不安定性の原因。私たち自身と地表の職員を危険にさらさずにこのデバイスを完全停止させることは不可能なので、このルートを通って、地表までの安定した経路を作るのに十分な長さにデバイスの出力を落とす。G、9ホリス。私は突入から少しして道に迷って、その部屋にたどり着いたわ。多数の生物に攻撃されたけどよく見えなかった。おそらく隠されたコーミーム効果のせいね。私は逃げれたけど、確実に奴らはまだそこにいるわ。その機会はあからさまにありえない量のエネルギーをこのサイトのどこかにあるエネルギー源から得ている。私が見た生物たちはそれを食ってる。だから、奴らはそこにいる。AP、3位5。その機会を停止させるためにチームを送って、その後で合流して進行するってのはダメなんですか ?T、5位ランプ。時間が十分ない。そしてチームを分割したら成功率は劇的に落ちる。一旦デバイスの出力が落とされたら、フェイルセーフが働いてパワーが取り戻されるまでに、我々が逃げられる時間は1時間以下だろう。我々はただここから押し進むしかない。それがいくらか時間を稼いでくれることを祈りながら。AP、3位5。オーライ、クールですね。T、5位ランプ。皆の役割分担はこうしよう。タウ、5が先導する。アポロ、3が右翼と左翼を担う。ゼータ、9が殿を務める。体力の残っている生存者は後ろ側へ、負傷のひどい者はタウ、5近くの前側に配置しよう。攻撃を受けたり囲まれた場合は、一般的な大部隊防御配置を取る。タウ、5が最も脅威度の高い敵を迎撃する。T、ゴムンルー。
隊列と連絡を崩さず維持してくれ。タウ、ごと各機動部隊長にチャンネルを優先して割り当てる。おしゃべりは最小限にしてくれ。治療に出ればいくらでも喋る時間がある。G、Q ホリス。私たちの最優先目標は生存者の脱出と、生き残ることよ。皆がサムサラだったらやりたいようにやれるんだろうけど、サムサラ以外の我々には限界がある。パワーレンジャーたちを死なせたら何にもならないわ。彼らが死んだら私たちの月もおしまいよ。T、ゴイランプ。同意だ。皆ミッション内容は理解したか？全機動部隊員は同意する。T、ゴイランプ。いいぞ、俺が戦闘を務める。我々は素早く移動しないとならん。荷物をまとめて非戦闘員に支度をさせろ。すぐに出るぞ。チームは隊列を組むために解散する。非戦闘員はミッション計画を説明され、隊列の中央に位置される。G、Q、イロー。隊長、メインドアを見てください。ドアの下からヒルが来てます。G、Q、ホリス。クソ、イランプ、もうやらないとならないみたいね。T、ゴイランプ。同意だ。行動を起こそう。ムンルー、ナンクー、メインドアを破壊しろ。便宜上、サイドドアから出るぞ。T、ゴナンクー。喜んで。隊列はサイドドアから通路へと出る。T、ゴナンクーとムンルーはドアフレームの周囲に爆発物を設置するために戻る。ヒルがドアフレームの下や壁の亀裂から侵入し始めている。二人がドアから離れると、ナンクーが火炎放射器をヒルに向けて発射し始める。T、ゴムンルー。残念だが結果は変わらなそうだぞ。ナンクー、ヒルがどんどん増えてきてる。T、ゴナンクー。それでも楽しいわ。壁から来るヒルを焼き続ける。あー美味しい。ムンルーとナンクー破側面の通路を移動し始めたチームに合流するために素早く移動する。最初のドアを隊列が通過した時、爆発があり、建物が揺れる。隊列の開花から、大きな、不気味な叫び声が聞こえる。AP、サンロス。奴らに我々が移動してることを悟られたと思うか？ T、ゴイランプ。間違いないな。グループは時折適正実態をチェックするために止まりながら、階段に向けていくつもの通路を移動し続ける。少しして、T、ゴムンルーが静止を呼びかける。T、ゴムンルー。光学インプラント2巻があった。おかしい、全員戻れ、俺が偵察する。T、ゴムンルーが武器を下げながら通路の角に来る。彼のスクランブル光学インプラントが壁の危険なミームをハイライトする。通路の終わりに、SCP-1730 の以前の遠隔ドローン探索で見られたものと同じ、おおむねヒューマノイド型の実体がいて、長く曲がった指で壁に何かを描いている。ムンルーは実体の映像を、彼の後ろで曲がり角に控えるナンクーに投影する。T、ゴムンルー。待て。突如、実体はムンルーとナンクーの方を向き、一つしかない白い目を開く。それは即座にスクランブルデバイスに処理されブロックされる。実体は通路を高速で走って行き、移動しながら劇的に変形していく。実体は相当に大きくなり、長いローブが両側へひらめき、さらなる認識災害が露出しスクランブルデバイスにブロックされる。ムンルーとナンクーは武器を構えて射撃する。そのクリーチャーは銃弾に撃たれて後ろへとよろめき、その肉に穴がうがたれていく。ムンルーはリロードし、火炎弾を装填し、再度射撃する。クリーチャーは炎に包まれる。実体は後ろへよろめきながら右側の壁を狂ったように引っかく。銃撃から逃れるために壁を掘って抜けようとしているように見える。ナンクーがさらに一発を射撃すると、目が撃ち抜かれ実体は床面に崩れ落ちる。T、ゴイランプ。被害はないか？ T、ゴムンルー。そう見えるが、俺たち。突然、通路が激しく揺れる。倒れたヒューマノイド実体の下の床が崩落し、大きな穴となる。穴の中は、血のような赤い目で覆われ、長く尖った歯を何列にも備える口を持った、長くぬめった黒いクリーチャーだ。それが床を爆発的に飛び出ると、小さなヒルの本流が通路に撒き散らされる。ヒューマノイド実体は破壊された床を滑り巨大なクリーチャーの口へと落ちる。巨大なクリーチャーはそれを貪りながら大きな叫び声を上げる。長く、湿った付属紙が何本も通路へとのた打ち出る。ナンクーとムンルーは交代し、ナンクーは火炎放射器を再び発射し、接近してくるヒルを退ける。G、Q ホリス。
何が起きてるの？ティー、コナン君。別の道を見つける必要があるわ、早く。ティー、コイランプ。ついてこい。ムンルーとナンクーが援護射撃をする間、グループは崩落した通路を通り過ぎる。グループは病棟区域を抜け、その後方のメンテナンス区域に入る。ティー、ゴーンルー。あそこ。この道でデバイスのところへ行ける。ティー、ゴムンルー。お前の言うことは信じてるが、このクリーチャーは俺たちが予想してたよりでかいんじゃないかと思い始めたぞ。銃声。ティー、ゴイランプ。オンルー、先導しろ。移動するぞ。チームは長いメンテナンス通路を移動していく。通路は左へカーブし、リフト類や機械に満たされた開けた空間に出る。部屋の後部にいくつかの大きな積載ドックが見えるが、いずれも崩壊し破壊されている。T、Q ホリス。イランプ、ここの壁からも滲み出てる。長くはいられないわ。T、ゴイランプ。ちょっと待て。ムンルー、ナンクー、お前たちどのくらい後ろにいる？沈黙。T、ゴイランプ。ムンルー、ナンクー、応答せよ。T、ゴムンルー。イランプ、ナンクーが損傷した。今すぐには、銃声、ランデブーできない。オンルー、俺たちにお前たちの場所を送り続けろ。合流できるようになったら連絡する。T、ゴイランプ。了解した。グループはメンテナンス場の反対側へと移動し、従業員休憩所へのドアを抜ける。黒い液体が壁から滲み出ている。グループは再び出血し始めた負傷者の包帯を巻き直すために短時間停止する。大きな甲高い音が近くで聞こえ、グループは移動を再開する。グループはスレッシャーのあるウィングの方向へ向かう通路に入る。グループが通路を抜ける間、オンルーは明らかに異なった音を感知する。T、ゴンルー。イランプ、ハオト。T、ゴイランプ。どれくらいだ？ T、ゴンルー。たくさん。数えることができないくらい。彼らは、とても小さいけど、数がすごく多い。T、Q ホリス。何でもできるのね、パワーがある。T、ゴンルー。チリンチリンという音。クリスタルにクリスタルをぶつけたみたいな。AP、サンロス。ファック。クリスタルの蝶だ。そういう感じの奴らに違いない。ズタズタにされるぞ。T、ゴイランプ。そうはさせんよ。グループは音源に向かって移動する。音は大きくなり不快な不協和音のようになり、右手髪型から聞こえてくるように感じる。AP、サンヒューストン。ゴッド、どこから聞こえてくる？ AP、サンロス。落ち着け、落ち。T、ゴンルー。イランプ、排気口。彼らの眼前で、天井の排気口の格子が床に落ちる。そしてきらめくクリスタルの蝶が通路を満たす。イランプは蝶を見ると、グループに振り返る。T、ゴイランプ。全員伏せろ。グループは床に伏せる。イランプは蝶の群れへ走り込み、姿が見えなくなる。少しして、炎が吹き出し排気口へと走り、クリスタルの砕ける音が髪型から聞こえる。煙が晴れれると、イランプが再び見えるようになる。その肉のほとんどは蝶の羽で切り裂かれており、体全体は焼け焦げている。多量の肉が彼の身体から垂れ下がっている。背中の皮膚は黒くなり皮膚くれしており、焼けた肉を通して金属の装具が見えている。オンルーが立ち上がり彼に近づく。T、ゴンルー。続行可能？ T、ゴイランプ。もちろん。AP、サンヒューストン。ジーザス、ファッキング、クライスト。大丈夫なのか？ T、ゴイランプ。ああ、なぜそうじゃないと言えるんだ？グループは黒い液体の滲み出る通路をもう一つ、そしてさらにもう一つ抜ける。しかし三つ目の通路は綺麗であり比較的手を触れられた形跡がない。彼らは短い階段を上り、分厚い金庫扉のような厳重な扉に着く。T、Q ホリス。例の機械はこの中よ。私はこの道を来た。でも扉は私の後ろで閉じたわ。どうやって開けるのかはわからないわね。T、ゴイランプ。スコット博士、扉の開け方がわかりますか？ムハンマド、スコット博士。T、Q ホリスのマイクから聞こえる。いや、私はこのチャンバーに入る権限を持っていたことはない。T、ゴンルー。ムンルーがいればよかった。私に開けられるとは思えない。突然、響き渡るクリック音がして、目の前の扉がゆっくりと開く。
扉の横のモニターが灯っていて、それに暗い室内が映っている。部屋の反対側は影で隠れているが、はっきり見えないヒューマノイド実体が手を振っているのが見える。激しい、心なしか笑い声を想起させる静電気の音が、どこにあるかわからないスピーカーから聞こえてくる。スクリーンの電源が落ちる。AP、サンロス。あのクソピエロだな。T、ゴイランプ。来い、急げ。グループはチャンバーに入る。部屋はとても暗く、多数の薄暗い緑色のライトが部屋の壁に見える。ライト同士の距離と光の強さから考えて、部屋の直径は数百メートルはありそうだ。部屋の後方近くに、円を描く緑のライトの塔が見える。T、Q、ホリス。へい、パワーレンジャー。何か見える？暗視機能か何かがあるんじゃないの？私のバイザーは撃たれててダメ。T、ゴイランプ。オンルーと俺は強力なミーム実体にやられてインプラントを外さなくてはならなくなった。AP、サンロス。俺のバイザーは使えるぞ。ちょっと待て。オーライ、ここには、何かの機械が部屋の反対側のあたりにあるな。あそこら辺のライトの下だ。詳細はここからではわからないが、確かにあるぞ。よく見えんが、ああ畜生、見えた。天井にあの、ファック、奴らがたくさんいる。T、Q、ホリス。奴らって何よ。AP、サンロス。ささやく、正直よくわからん。はっきりと見えん。だが間違いなく奴らは近くを何かファックするタイプだ。こっちを、奴らがこっちを見てるとは思わん。だが冗談じゃなく500匹はいるぞ。T、ゴイランプ。そいつはオンルーと俺で手に負える数じゃないな。決断が必要だ。奴らに気づかれず機械を止めようとするか、奴らを一掃する方法を見つけるか。もちろん、アイデアがあるなら聞きたい。AP、3位後。奴らを吹き飛ばせるんじゃないでしょうか？ヒューストンが爆薬を持っています。いずれにせよ一度には無理でしょうが。T、Q、モロス。ちょっと待って。奴らはあれからエネルギーを得てるんですよね。まず必要な意思システムに大量のエネルギーを送るようにして奴らにショックを与えるのはどうですか？蚊に刺された時に腕に力を入れるみたいに。T、ゴンルー。可能性はある。だけどもっと可能性があるのは。突然、チャンバーの下から激しい振動が発生する。グループの左側100メートルほどで爆発が起き、壁が崩落する。壁の穴から赤い目で覆われた、長くぬめった黒い付属子が現れる。同時に目が開く。AP、サンヒューストン。ファック。髪型から甲高い音がして、何百もの背の低い、見えにくい実体が天井から降ってくる。壁の黒い実体は小型の実体群を鞭で撃つように攻撃し、その前面に現れ出た口へと引き込もうとする。大型のクリーチャーに小型のクリーチャー群は飛びかかり、その爪で引き裂き始めるが、彼らの多くは口へと書き入れられる。T、ゴイランプ。ふむ。あれでもうまくいきそうだな。オンルー、機械に接近しろ。他のものは通路へ交代しろ。時間があまりない。グループはチャンバーの外の通路へ交代する。オンルーはさらに多数の小型実体が天井から飛びぶり黒いクリーチャーを攻撃する中を駆け抜ける。その中の数体がオンルーへと移動し始めるが、イランプの射撃により処分される。オンルーは機械のマニュアルコントロールパネルに到達すると、スコット博士のチームから提供された数値を入力する。チャンバーの周辺のライトが明かり。部屋の後方の壁全体に広がった巨大で著しく複雑な機械の姿をあらわにする。オンルーに次々と実体群が剥がれ落ちてくる。オンルーは接近してきたものに立ち止まり射撃する。部屋の下方からさらにもう一つの振動が発生し、部屋の中央の床が崩落する。もう一体の長く、黒い実体が床の穴から出現し、長い巻きひげ状の触手がオンルーにのたうちくる。イランプの後ろから銃声がし、AP、3チームの全員がドアから現れ実体へ射撃を始める。実体は銃撃で負った傷から黒い液体を撒き散らしながら後退する。触手が彼らの周囲でムチ打ち、AP、3位号を掴み空中へ振り投げる。彼は壁に激突し床へと落ちる。一匹目の黒い実体が触手でそれを掴み、口へと放り込む。突然、小さな黒いヒルが床の穴から吹き出し、イランプへ素早く迫る。ヒューストンとオヘイロがヒルを射撃し始め、ロスがイランプを穴から引き離す。その間、
彼は火炎グレネードを穴へと放り込み、イランプを床へ引き倒す。爆発がして、炎が黒い実体の周りに吹き出す。実体は立ち上がり付属紙を振り回すと穴へと崩れ落ちる。地面深くから非常に大きな叫び声がして、部屋全体が揺れる。もう一体の黒い実体は壁の穴へ撤退し、その後ろで壁は崩れ落ちる。天井の小型実体は AP、3および B、9チームにより処理される。その間、さらに大きな振動があり、後方の壁の機械に取り付けられたライトが点滅し、やがて暗くなる。何かが徐々に停止するような音が銃声に混じり聞こえる。AP、3ロス。ファック、畜生、E5。ファック。T、ゴーンルーが部屋を横切り近づいてくる。T、ゴーンルー。E5 の喪失は残念。ごめんなさい。悲しんでる時間はない。進まなくては。オンルー、ロス、ヒューストン、オヘイロ、イランプがチャンバーを離れる。さらなる鳴動が下から感じられ、時折大きな金切り声がこの施設のセクションの機械ノイズを切り裂く。彼らは階段室に到着し、ヒューストンがドアを開ける。AP、3ヒューストン。うわ、ファック、なんだ ?T、5イランプ。何が問題だ ?AP、3ヒューストン。何もないぞ。ドアはただ、何もないところへ開けてる。見える限りくらい。T、ゴーンルー。スレッシャー、デバイスが乱れたために予定していたルートが改変された可能性。地上へ行くには別のルートを考案することが必要。T、ゴイランプ。ああ、ちょっと待て。ムンルー、今どこにいる ?T、ゴムンルー。残念だがどう説明していいかわからん。例の機械はパワーダウンできたのか ?T、ゴイランプ。今やったところだ。T、ゴムンルー。ならいいタイミングだ。俺たちはクリーチャーに追いかけられていたが、突然クリーチャーがいたところが壁になった。局所トポグラフィーが自身をリセットしたようだな。T、ゴイランプ。一箇所に留まってくれ。お前たちを探しに行く。脱出を始めるぞ。T、ゴムンルー。ファンタスティック。メイングループは空の階段室を離れ、北通路を引き返し、スレッシャー、デバイスへの通路を再び通り、曲がってもう一つの階段室を登り始める。頂上に達すると、イランプは立ち止まる。彼らの眼前の通路は足首ほどの深さの水で覆われている。彼らが水をゆっくりと渡り始めると、彼らの後ろの研究員の一人が悲鳴を上げる。T、ゴイランプ。なんだ?研究員。死体だ、見ろ。水面の下に、半メートルほどの深さに漂うように見える青白い人間の死体が見える。T、ゴーンルー。見てはダメ。近くしないで。素早く移動して。チームは通路の終わりのドアへ向けて急ぐ。そこには壁に、サイト、13に何が起こったのか、と書かれているが、何が、の部分が、エマーソン、で塗りつぶされており。その下に、俺たちは冒涜、冒涜的になった、と書かれている。しばらくの間グループは特に変わりなく進み、安全なルートが利用できるようになるたびゆっくりと上昇する。おおむね8分進んだ後、グループはいくつかの巨大な機械の一部が修理の様々な段階で置かれた大きな機械ガレージに到着する。負傷した生存者の一人を手当てするために止まり、その間オンルーは新しい経路を考案する。突然、大きなバタンという音がして、機械部品が部屋を飛んで横切り AP、サンロスをかすめ、彼は叫び声を上げる。AP、サンロス。うわ、ファック、どこから来た?部屋の隅で、積み上げられた機械部品が動き、立ち上がり、半ヒューマノイド実体に自動的に組み上がるように見える。巨大な機械の構造物の頂点に、雑に組み立てられた玩具のロボットが取り付けられている。実体は彼らに接近し始め、実体内部の不明な音源から声が聞こえる。機械実体。低い笑い声、我はこの汚れた大地に破壊の息吹を吹かせるために復活した。哀れな人間たちよ。お前たちは我が永遠の攻めくの暗き痛みを感じるであろう。構築物の頂上の小さなロボットが腕を大げさに振るのが見える。T、ゴイランプ。こいつは、うざいな。オンルー、彼らを外へ。ロス、俺と一緒に来い。機械実体。我はお前たちの破滅を告げるものである。死を受け入れるがよい。T、ゴイランプ、AP、サンロス、ヒューストン、オヘイロが実体を射撃するが、ほとんど効果はない。
実体は大きな機械部品を持ち上げグループに投げつけるが、大きく外れている。オヘイロは破片手榴弾を実体に投げつける。実体はそれを伸ばした手で掴み固く握り込む。手榴弾は爆発し、クリーチャーの手は砕け、左右へよろめく。機械実体、やってくれたな。貴様を踏みつぶせ。ティ、ゴーンルーが実体に駆け寄る。接近しながら彼女は跳躍し、高いこのような軌道を描く。その頂点で手を伸ばし、構築物の頂点にある小さな玩具のロボットを掴み取る。構築物は崩れ去る。着地と同時に、彼女はロボットを壁に投げる。ロボット、やめろ、我は告げるもの、我は。玩具のロボットは壁に衝突し砕け散る。ティ、ゴムンルー。イランプ、お前か、何かが壊れる音がしたぞ。ティ、ゴイランプ。近くにいるようだな。そこにいろ、我々は向かっている。チームはガレージを出て、広いアトリウムへと進む。核からティ、ゴムンルーとナンクーが現れる。ムンルーは胴体下部に火傷を負っているように見えるが、他は無傷のようだ。ナンクーは顎の下半を失っており、彼女のボディスーツの全部を黒い液体が覆っている。グループが近づく間、彼女は残った手を振る。ティ、ゴーンルー。元気そう。ティ、ゴムンルー。まったくね。ナンクーが喋れなくなったおかげで士気も上がったよ。ティ、ゴナンクーはムンルーを火炎放射器で指し示す。まるで腕を失っているのを忘れているかのように見える。それに気づくと、彼女は残った手でムンルーに卑猥なジェスチャーをする。ティ、キューホリス。いい再会だけど、クソ仕事に戻るわよ。入り口からはどれくらいあるの？ティ、ゴムンルー。ここがメインアトリウムだ。ここからこの通路をたどれば、処理ステーションに出る。そこを過ぎれば地表へのアクセスポイントに出るはずだ。ティ、キューホリス。素晴らしいわね。先導してちょうだい、それで。その時、下方から大きな破壊音とさらなる叫びがして、グループの下の床面がねじれ始める。ティ、キューホリス。ファック、走って。グループはムンルーが見つけた通路へ逃げるが、そこの床面も崩壊し畳め停止する。破壊された床から煙の柱が吹き出し、一人の研究員が崩壊する床の上で転倒しそこへ滑り落ちる。ティ、ゴーンルーが、アトリウムの床が完全に崩壊する前にグループをアトリウムから退去させる。イランプが立ち止まって振り返り、穴の中を見下ろす。穴の下は信じられないほど巨大なチャンバーで、スーダースの地下階層にわたって掘り進められたように見える。チャンバーの中には外周に沿って多数の小さなライトが設置されていて、そこには巨大な、黒い質量があり、さらに数個の黒い質量がそこから伸びている。イランプは後退しながら、クリーチャーの質量全体にわたって赤い目が開くのを見、さらなる叫びを聞く。グループは側方の通路を走り逃げるが、穴から出た複数の長い黒い触手に追跡される。AP、サンロスとヒューストンは触手に射撃する。触手は一瞬牽制されるものの、さらなる触手が後ろから出てくる。T、Q モロスが黒い液体で滑って落ちていき、一本の触手の先端に消費される。彼らの周囲の構造物が暴力的にひしゃげるにつれて、金属のよじれる音と岩とコンクリートがぶつかる音が聞こえる。周囲の壁から黒いヒルが転がり出始め、ナンクーが火炎放射器でそれを焼く。彼らが核を曲がると行き止まりである。後ろを振り向けくとさらに触手が壁の穴から吹き出す。AP、サンオヘイロ。ホーリーファック、閉じ込められた。もう終わりだ。ホーリーファック。ティ、ゴイランプ。オンルー、脱出する道が必要だ。ティ、ゴオンルー。死ゆ、集中が難しい。銃声。ティ、キューホリス。待って、待って、考えがあるわ。この場所に見覚えがある。考えがある。こっちへ来てみんな。ここで死ぬわけにはいかない。グループはホリスについて階段室へ向かい、それを降りる。ホリスは迫り来る触手に火炎手榴弾を投げ、爆発前に扉を閉める。下方からの叫び声は彼らが下るに従い激しくなっていき、階段は揺れる。階段室に穴がすき、さらにヒルがそこから出てくる。穴を蛇のようにのたうつ触手を全機動部隊員が射撃する。踊り場に着くと、ホリスはグループをドアへと導く。T、Q ホリス。ここよ、ここへ入って。グループは通路に入り、反対側の通路の終わりへと走る。その間、
冷凍保管所への階段、と書かれた標識の前を通り過ぎる。ムンルーが通過する間それに気づく。T、5ムンルー。ホリス隊長、何をしている？ T、9ホリス。ここでは私を信頼して、ブルーレンジャー。私はこういうことをずっとやってきた。T、5ムンルー。俺ハハン、OK、うまくいきそうだな。グループは通路を抜け、広大な観察セクションに入り、障壁を備えた大きな窓をいくつも通り過ぎる。チームは巨大な鋼鉄の扉がいくつも並んだ広大なチャンバーを観察する窓の前で止まる。上部には、オリンピア級テスト観察設備、と書かれている。T、5ランプ。ホリス、どんなプランを考えているんだ？ T、9ホリス。関与。下へ行かなくちゃ。来て。グループは部屋の端下にある階段へ走り、急いでそのウィングの主要な階へと降りる。オリンピア級収容チャンバーの床へと出ると、彼らの後ろの壁がたわみ始め、そこからヒルが飛び出してくる。T、9ホリス。ピンクレンジャー、あそこにパネルがある。あのドアを開けて。T、ゴンルー。な、なに？ T、9ホリス。あのドアを開けてと言ったの、急いで、何をグズグズしてるの？言って。T、ゴンルーは大きな鉄製のドアの近くにあるコントロールパネルに走る。彼らの後ろの壁はたわみ続ける。T、9ホリス。ムンルー、あれ？あのドアも開けて。T、5ムンルー。了解。もちろん。T、5ムンルーはドアのコントロールパネルに行こうとする。T、9ホリスがグループに向き直る。T、9ホリス。みんな聞いて。非戦闘員はこの部屋の反対側へ、行けるところまで行って。そこにここの上にある発電所への道があるから、そこに着くまで登り続けて。そこに着いたら、壁を吹き飛ばして外に出れる。でも急がないとならないわ。クソどもがここの下の通路に出てきてるところよ。ロス、あなた飛ぶかは壁から出てくるものは何でも撃って。私たちが行けるようになったらあなたに連絡する。イランプ、私と来て。ここはめちゃくちゃになるから。T、5イランプ。了解。T、9ホリス。オーライ。ほら行って、ほら早く。グループはたわむ壁から離れチャンバーの中央を走っていく。彼らの後方で壁はついに耐えきれなくなり、巨大で、黒く、ぬめった実体がチャンバーに滑り込む。それは最低でも高さ200メートルで、黒い触手とクラーカ色の目で覆われている。それはグループを見て、黄色く長い歯が何列にも並んだ巨大な口を開ける。口の中央には、裸の人間の女が把握力のある舌と融合しているのが見える。それが口を開くと同時に突き刺すような叫び声を上げ、グループへ向けて移動し始める。全機動部隊員が全ての残存する弾薬をクリーチャーへ叩き込み、火炎製の武器を投げつける。クリーチャーはわずかにひるむが、武器でうがたれた穴の全てからさらなる黒い液体とヒルが湧き出してくる。数本の長い触手が機動部隊にのたうちくる。T、ゴンルー。ホリス隊長、できた。できた。T、9ホリス。よし来て。そいつをぶつけて。T、ゴンルーがコントロールパネルから離れ、チャンバーの中央のグループへと走って戻る。巨大なうめき声が彼女の後ろから聞こえ、巨大な金属の扉が開いていくのが見える。凍るように冷たい声霧が流れ、扉の中はよく見えない。AP、サンロス。何が入ってるんだ？T、9ホリス。ムンルー、あなたの分は？ T、5ムンルー。ちょっと待て。よし、これでいいはず。突然、ムンルーの後ろの扉が明るい赤色に輝き、次に白色に変わり、さらにその中央からたわみ、崩落する。ムンルーが急いで離れると、巨大で、動かない、燃え盛るヒューマノイド実体がチャンバーへ浮遊してくる。その動かない手は巨大な剣になっている。それが破壊された扉を通るとき、巨大な燃える翼がその背から翻る。黒いクーチャーは叫び、その触手が新たなクリーチャーへ襲いかかる。触手が接近すると、炎の本流が剣から触手へと走り、それらを引き裂く。黒い液体と焼かれたヒルがチャンバーに飛び散る。巨大な黒いクリーチャーは叫び、何ダースもの新たな触手が燃え盛るヒューマノイドに迫る。二体が交戦する間、長いおえつのようなさらなる音がして、突然部屋は静寂に包まれる。冷たい霧に霞む部屋から、そびえ立つ、おおむね鹿に似たクリーチャーがチャンバーへと歩み出る。
明るい緑の体とクリーム色の毛、細い首の先端に毛のないヒューマノイドのような顔、そして巨大で寄り合わさり、青い光の放電が脈動する白と黒の枝核を備えている。その頭部の上には輝き、回転する水晶と金属の玉が9つ同心に浮遊している。クリーチャーはゆっくりと収容セルからから歩き出て、眼下の床面に立つチームを見る。それが口を開くと長い、蜂の羽音のような音がチャンバーに響く。その体の周囲に、数個の大きな、金属製電灯系の構造物が出現し、続いて何かが割れるような音が別に聞こえる。それは機動部隊の集団に向けて動き始めるが、背後から3本の触手に攻撃され、触手が首に巻きつく。クリーチャーは新たな羽音を発し、突然チャンバーに音が戻る。それと同時にこう描く炎の本流が宙にほとばしる。円筒形の物体は横になると加速し、黒いクリーチャーへと飛翔し、その中央部に激突する。鹿様の実体の周囲にいくつもの金属玉が出現し、黒いクリーチャーと燃えるヒューマノイドの双方へと飛びかかり、彼らはお互いに攻撃を始める。G、Q ホリス。ファッキン、いいわ、デカ物同士壊し合え。チームに向かって、今のうちに行きなさいみんな。行くのよ。チームはチャンバーの反対側へ向けて、非戦闘員のグループを追って駆け出していく。その周囲の床面に炎の本流が弾がる。T、コナン君の肩に切断された触手が当たり、彼女はバランスを崩す。彼女は転倒し、武器を操作しながら炎に包まれる。AP、サンヒューストンが一瞬立ち止まり彼女の方を向くが、その肩をイランプが掴む。T、ゴイランプ。時間がないんだ。彼らがチャンバーを出るドアの近くに集まった生存者のグループに近づくと、破壊音がする。振り向いた彼らの眼前で、チャンバーの端まで投げつけられた鹿様の実体が立ち上がる。黒いクリーチャーがそれを触手で叩く間、さらに数個の金属玉が出現し反撃する。別の数本の触手が燃えるヒューマノイドを打ち据えて黒い実体の口に引き込もうとし、さらに炎がほとばしる。機動部隊の集団が生存者に合流し、ドアからチャンバーを出る。グループはその先にある階段室を急ぎ登る。G、Q ホリス。オーライ、言った通りになった。登って、どんどん登って、その先。長く、細い金属の円筒が階段室の壁を貫き、スコット博士と研究員の一人の近くをかすめる。もう一本の円筒が壁を突き抜け。イランプを粉砕してその後ろの壁に刺さる。グループが登り続けると、炎が階段室を下から満たしていく。もう一つの長く、大音量の羽音が聞こえ、沈黙が訪れるが。次の瞬間には重厚な爆発音が施設全体を揺らす。グループは踊り場につき、通路を抜けてもう一つの階段室へと移動し始める。G、Q ホリスが後ろに残る。T、ゴムンルー。何をしてる？ G、Q ホリス。もう少し時間を稼ぐ。それと、あと少し何かできると思う。皆を脱出させて。言って。T、ゴムンルー。君と一緒に残る、ホリス。君は不死身じゃない。G、Q ホリス。何度も聞いたわパワーレンジャー。でも今は、あなたがこの人たちを脱出させる必要がある。私には私の仕事があるでしょう。後で追いつくから。T、ゴムンルー。わかった。感謝する、ホリス。G、Q ホリス。笑う、会ったばかりには思えなかったわ、ムンルー。G、Q ホリスはグループから分かれる。T、ゴムンルーは次の階段室に到達し登り始めた残りのグループと合流する。次の10分間、グループは施設内を登り続ける。サイトの仮想が崩壊し始めるに従い降ってくる瓦礫や破片が何度か危うく当たりそうになる。下にいる実体の音が聞こえ続け、何度か崩壊した壁や床を通してクリーチャーたちが見える。ある一点で、AP、サンロスは動かない、燃えるヒューマノイドが、ほぼ完全に金属に覆われ、その封印の隙間から長い炎の本流が吹き出ているのを見る。その少し後で、ビデオ記録には2分間の空白があり、再開した時には鹿様のクリーチャーの頭部がグループの眼前の壁を打ち抜いている映像を映している。彼らが引き返しそれから逃げると、頭部が彼らを向き、二人の研究員が未知の、記憶色の物質の六角柱に変化する。ほどなくして、AP、サンロスがサイト司令部からのシグナルを感知する。
サイト司令部。チームリーダー、こちらサイト司令部。聞こえるか？ AP、サンロス。ホーリーファック、イエス、聞こえている？聞こえるか？サイト司令部。聞こえるぞ。我々の位置システムに君が出現した、ロス、出口は近いぞ。ホリス隊長とイランプは？ AP、サンロス。イランプは死んだ、ホリスは、ついさっき別れた。その時以来見ていない。サイト司令部。了解した。他の者は？ AP、サンロス。何人か犠牲者が出た、非戦、銃声、ファック、非戦闘員を何人かと、イーゴ、他にも何人か失った。今もかなりまずい、コマンド、できる限りの支援が必要だ。我々、ムンルー、オンルーはどこへ行った？ T、ゴムンルー。オン、オー、後ろにいたはずだ。どこへ行った？サイト司令部。今はそれに構うな。脱出ポイントをバイザーに送った。救出チームがそこで待っている。みんな連れ出してやる。サイトが彼らの周囲で崩壊する中、グループは脱出ポイントへ急ぐ。空気U、空気U からの映像では、サイトの大部分が地面へ滑り飲み込まれるのが見え。ケムが発電所と近くの機械施設から渦巻き始めるのが見える。SCP-1730 が割れるに従い炎の柱が地下から見えてくる。機動部隊アルファ20、ホーリー、ダイバーズが崩壊する発電所付近に侵入する。生存者の集団が視界に入り、MTFA-20 の助けの元脱出ポイントに移動しサイトから遠ざかる。他の機動部隊のメンバーがサイトから撤退する間、T、ゴーンルーからの通信がサイト司令部に入る。T、ゴーンルーと G、Q ホリスは、活性化しうなりを上げるスレッシャー、デバイスの前に立っている。二人は炎の本流に抜きかれながら迫り来る黒い物体に向けて射撃している。後ろからは、鹿様の実体が黒い触手をその角で引き裂いているのが見える。燃える金属の本流が黒い実体に向けて部屋を横切る。ホリスはカメラに向き、銃を撃ちながら笑っている。彼女はヘルメットを脱ぐ。彼女らの後ろの機械のハム音が明らかに大きくなってきて、他の音すべてを覆い隠す。放電が彼女らの上の天井を走る。彼女が笑ってオンルーの方を向くと、オンルーの胴体が吹きつける炎に破壊されるのが見える。オンルーの体が側方へ倒れ、映像は彼女の後ろの機械が明るい白に輝き始め、G、Q ホリスがヒステリックに笑い、武器を操作する様を映して終わる。閃光があり、通信は終わる。外部では、MTFA-20 が1730の研究員と職員を安全な場所に移動させ続ける間に、耳を漏する崩壊音と、巨大なハム音が空気を満たす。サイト周辺の領域が水面を通して見るかのように視覚的に歪み始め、そして突然 SCP-1730 は消失する。その場所は直径 1km を超す広大なクレーターとなる。サイト内部から他に通信は聞こえない。他に異常な活動は検出されない。ログ終了。Not E。このログに記された出来事に基づいて、SCP-1730 はニュートラライズドに分類されました。さらなる研究が進行中です。デブリーフィングの報告書は機密指定が解除され次第閲覧可能になる予定です。ホイ 1730.10。救助ミッションデブリーフィング報告書。ミッションデブリーフィングインタビュー。日付、インタビュー対象。エフラム、ロス隊長、機動部隊アポロ、3、カリク管理人、チームリーダー。インタビュアー、ピーター、ヴィンセント博士。デブリーフするミッション。SCP-1730 救助。主題、SCP-1730。ノーツ。以下は暫定サイト、23の職員により SCP-1730 に関して行われたインタビューの音声の書き起こしの抜粋である。このファイルに含まれる情報は未確認であり、さらなるレビュー中である。ファイル全文に関しては、サイト、17の情報及び記録管理者にコンタクトすること。ログ開始。ヴィンセント博士。記録のために名前を言ってください。AP、サンロス。エフラム、ロス隊長、機動部隊アポロ、サンカリク管理人。ヴィンセント博士。ありがとうございますロス隊長。では、始めましょうか。あなたのチームは SCP-1730 に侵入し、受信されていた無線シグナルの発信源を操作するように命令されていた。間違いないですね。AP、サンロス。ああ。ヴ
ヴィンセント博士、侵入の最初について話してください。AP、サンロス、ログは聞いていないのか？ヴィンセント博士、私自身は聞いていません。まだ編集中です。AP、サンロス、いい状態ではなかったな。俺が言える限り、サイト、13がどこから来たにせよ、奴らはそこを一種の、ドン、つまり、処理施設として使っていたのは確かだ。時々、収容セルに何が収容される予定かを書いたプラカードがついてるのを見た。サムサラチームが見たものからして、これがこの件に絡んでる。奴らはあのマリーを運び込んで、いくらかの、侵襲的実験を行い、そして破壊していた。ヴィンセント博士、どんな種類のアノマリーがいたかを話せますか？ AP、サンロス。なんと言えばいいか、クソ、それを言うのは難しい。経路のどっかでパワーが途切れてて、あそこ全体がジュラシック、パークになっちまってた。俺たちが出会ったやつで言うと、ハイヨル暗黒、ヒューストンの足をファックしたやつだ。それと、あんたヒューストンを見たか？あいつは無事か？ヴィンセント博士。彼はちょうど今医療チェックを受けています。すぐにこちらへ運ばれてくるでしょう。おそらく大丈夫だと思いますよ。AP、サンロス。それはよかった。ああ、それと、それに加えて、あいつもいたな。人なのかどうかわからんが、周りの空間を歪めるやつ、そしてノアは。ヴィンセント博士。それに関しては結構です。我々は。AP、サンロス。いや、言わせてくれ。俺たちは何人か失った、どのチームもな。ひどかった。俺たちが最後に見たものからして、もっと悪くなる可能性もあった。ヴィンセント博士。最後に？ AP、サンロス。見てないのか？いや、ビデオは見てないんだったな。サイトの下部にはあれらのセルがあった。それぞれ間違いなくフットボール場くらいの大きさのな。ホリスがいくつかを開けて、それで俺たちは退却できた。そしてその中身、そのうち一つが俺を見た。俺がアリを見るみたいにな。そいつは神のようだった。そして奴らはそいつを箱に入れていた。俺は20個までセルを数えられたが、見えないところにもチャンバーは続いていた。その中には何があったんだ？どうやって奴らはそいつらを収容してたんだ？ログ収容。ミッションデブリーフィングインタビュー、日付、インタビュー対象。エージェント、リアム、オヘイロ、機動部隊アポロ、3、カリク管理人。インタビュアー、ピーター、ヴィンセント博士。デブリーフするミッション。SCP-1739 出。主題、SCP-1730。ノーツ、以下は暫定サイト、23の職員により SCP-1730 に関して行われたインタビューの音声の書き起こしの抜粋である。このファイルに含まれる情報は未確認であり、さらなるレビュー中である。ファイル全文に関しては、サイト、17の情報及び記録管理者にコンタクトすること。ログ開始。ヴィンセント博士。それでは、もしよろしければ、公的な記録のために、あなたの名前を言ってください。AP、サンオヘイロ。沈黙。ヴィンセント博士。エージェント、オヘイロ。AP、サンオヘイロ。沈黙。ヴィンセント博士。何か。AP、サンオヘイロ。俺たちはあそこで死ぬべきだった。これは現実じゃない。これは現実じゃない。俺たちはあそこで死ねばいいと思われてたんだ。ヴィンセント博士。エージェント、私たちはこのレポートを残さなくてはなりません。少しだけ協力してくだされば、私はあなたの公的な証言を残せます。後で相談できるカウンセラーもサイトにいます。AP、サンオヘイロ。沈黙。ヴィンセント博士。オヘイロ。AP、サンオヘイロ。沈黙。ログ収容。ミッションデブリーフィングインタビュー、日付、インタビュー対象。イランプ、機動部隊タウ、ゴ、サムサラ、チームリーダー。インタビュアー、イーシャ、セイント、クレア博士。デブリーフするミッション。SCP-1739 助。主題、SCP-1730。ノーツ、以下は機動部隊タウ、ゴ研究チームのメンバーにより SCP-1730 に関して行われたインタビューの音声の書き起こしの抜粋である。このファイルに含まれる情報は未確認であり、さらなるレビュー中である。ファイル全文に関しては、サイト、17の情報及び記録管理者にコンタクトすること。ログ開始。セイント、クレア博士。記録のために、あなたの名前を言ってください。
ティー、ゴイランプ。俺はイランプ、機動部隊タウ、ゴサムサラのチームリーダー。セイント、クレア博士。あなた自身の言葉で、SCP-1730 にあなたがいた間に起きた出来事を描写してください。ティー、ゴイランプ。もちろんだ。タウ、ゴチームは SCP-1730 に派遣され、通信の発信源へと移動を開始した。オンルーが生存者の位置を追尾することができ、あり得る空間災害と遭遇する頻度が最も少ないと思われるコースを考案した。予想されていなかった障害により、コースを数回修正しなくてはならなかったが、克服できないものではなかった。ホリス隊長と生存者たちと合流してほどなくして、救助の努力の結果、スレッシャー装置が設置された施設のセクションを通り抜けた。我々はその装置が SCP-1730 が我々の世界に存在する原因だと考えている。それから少しして、退却中に俺は収容された。セイント、クレア博士。わかりました、エージェント、モロス、イーゴ、その他は？ティー、ゴイランプ。彼らも収容された。セイント、クレア博士。収容された？ティー、ゴイランプ。終わった、負傷に屈服した。セイント、クレア博士。意味はわかります、イランプ。私はただ、あなたがそのことを心地よく思っているように感じずに入られません。ティー、ゴイランプ。俺は良くも悪くも感じない、結果に満足してるだけだ。セイント、クレア博士。なんですって？ティー、ゴイランプ。俺たちの救出ミッションは成功だった。最小限の犠牲で、俺たちのチームは極度に危険で変容しやすい空間アノマリーに侵入し、何人かの価値の高い、財団が関心を寄せる人物を救出できた。セイント、クレア博士。ティー、ゴイランプ。あんたが俺に他に何を言わせたいのか知らない。俺たちは多数の危険なアノマリーにさらされ、ミッションを成功裏に遂行できた。有能で経験豊富な人員の惜しむべき喪失はあった。だが我々のエラー許容マージンの範囲内だ。対して、俺たちのチームは俺たちの初期モデルから予想されるものよりいい結果を残した。セイント、クレア博士。わかりました。ありがとうございますイランプ。あなたの発言を報告書に確かに載せさせていただきます。ティー、ゴイランプ。どういたしまして。共同ミッションのプロトコルで要求されている通りに、ゼータ、旧隊長ホリスとのデブリーフィングの機会を持ちたいのだが。セイント、クレア博士。ホリス隊長は SCP-1730 で死亡しました。ティー、ゴイランプ。セイント、クレア博士。イランプ？ティー、ゴイランプ。残念だ。ホリス隊長はほとんど失敗が確定した状況に対して素晴らしい対応を見せた。プロトコルに記載された通り、代わりに俺がホリス隊長の配属されたサイトの管理者へ報告書を提出する。ご足労感謝する、博士。ログ終了。医療審査インタビュー、日付、インタビュー対象。エージェント、コッター、ヒューストン、機動部隊アポロ、3、火力管理人。インタビュアー、イアン、ハリス博士。デブリーフするミッション。SCP-1730 救助。主題、エージェント、コッター、ヒューストン。ノーツ。以下は暫定サイト、23の職員により SCP-1730 に関して行われたインタビューの音声の書き起こしの抜粋である。このファイルに含まれる情報は未確認であり、さらなるレビュー中である。ファイル全文に関しては、サイト、17の情報及び記録管理者にコンタクトすること。ログ開始。ハリス博士。では、最初に、記録のためにあなたの名前をお願いします。AP、サン・ヒューストン。俺の名はコッター、ヒューストン、アポロ、サンチームのメンバーです。ハリス博士。はい、では、エージェント、ヒューストン、あなたの悩みや問題を、できるだけ詳しく説明してください。AP、サン・ヒューストン。ああ、意識ははっきりしてるんですが、俺にはその、すねがあるように見えないんです。なんというかその、あのものが上がってきて覆ったあたりに線があるような感じで、先生にもその、足の中身みたいなものが見えるでしょう。平たいガラスか何かに入れ替えたみたいに、でも俺はまだ、見た通り、まだ歩ける。何かがなくなったような感じはしないんです。ただそう見えるだけで。そして足があるはずの場所に手を通すこともできる。明らかにそこには何もないから、でも、
でも俺はそこにあるのを感じられる。だから、ああ。ハリス博士。わかりました。あなたが踏み込んだというその物質について説明できますか？ AP、サンヒューストン。実際には落ちたんです。あるいは転んだというか、それはせり上がり続けて。そいつは、クソ、俺たちはドアを開けて、そしてドアの向こうには何もないように見えた。それでそいつはドアから上がってき始めて、階段を登ってきた。ビデオゲームをやったことはありますか？そいつはある種のグラフィックのバグみたいだった。そいつは早く登っていたわけじゃない、ただとどまっていた。俺たちはドアにたどり着いた、だがそれは俺が落ちた後だった。それで、そしてこうなった。ハリス博士、最初はどんな感じだったか説明できますか？ AP、サンヒューストン。最初の感じ？ハリス博士、それは痛みましたか？ AP、サンヒューストン。いや、なんというか、最初は何が起こってるかわかりませんでした。誰も彼もがパニックしていて、それで下を見てそいつが亡くなってるのを見て、俺もパニックし始めました。だけど、なんというか、明らかに俺は大丈夫でした。全く痛まなかったんです。普段通りに感じました。ああ、普段通りじゃない。あからさまに奇妙でした。俺の足はなくなってる。多分その時の俺はショックを受けていたんだろうと思います。だけど、時々、何かが撫でるような感じを、感じるような気がします。ハリス博士、何かが撫でるような？ AP、サンヒューストン。つまり、体の一部はなくなってる。最初は俺も、原始2を感じる人たちみたいに、イメージしていたんだと思います。だけどそれは、なんというか、実際に足を感じられるんです。だから原始2とは違う。まるで毛の生えたような、そして濡れた何かがあるような、ただ何かを撫でたような、誰にもわからない感覚です。ログ終了。ミッションデブリーフィングインタビュー、日付、インタビュアー。エリオット、オニール隊長、機動部隊 D26、時間警察。インタビュー対象。ムンルー、機動部隊タウ、5、サムサラ。デブリーフするミッション。SCP-1739 助。主題。SCP-1730。ノーツ。以下は暫定サイト、23の職員により SCP。1730に関して行われたインタビューの音声の書き起こしの抜粋である。このファイルに含まれる情報は未確認であり、さらなるレビュー中である。ファイル全文に関しては、サイト、17の情報及び記録管理者にコンタクトすること。ログ開始。オニール隊長。君がホリス隊長を見失ったのはいつだ？ T、ゴムンルー。退却の混乱の中で、ホリス隊長は俺たちから別れた。いつのことだかわからん。オニール隊長。ムンルー、君のカメラは壊れていなかった。我々は君が彼女と別れる前に会話したのを知っている。T、ゴムンルー。クソ。こういうのは苦手だ。オニール隊長。なぜ彼女がグループから離れるのを止めなかった ?T、ゴムンルー。俺はホリス隊長とは出会って数時間だった。だがその間に、彼女は経験豊富で有能なエージェントだということを示した。俺は彼女が個人的行動としてする決断は彼女の経験と訓練に基づくものだと思った。そのどちらも俺を超えている。その上、彼女の階級は俺より上だった。オニール隊長。君のミッション内容では他のチームメンバーが自ら危険に向かうのを放置することは許されていないし、犠牲を最小限にするために最大限の努力をすることが求められている。これと君の行動をどう整合するつもりだ？ T、ゴムンルー。厳密な方解釈をするなら、俺がしたことのうちで、ホリス隊長が自ら危険に向かうのを許したものは何もない。俺は彼女の行動の結果を予見することなどできなかったし、俺自身に恥じないベストな判断をした。俺が知る限り、彼女は安全な場所へ移動することができた。オニール隊長。グループから離れてか？ T、ゴムンルー。彼女ほどの経験を持つエージェントが予想の不可ない状況で故意に自身を危険にさらすと想定することは不合理だったろうよ。オニール隊長。つまり君は自身の弁明はミッションのプロトコルの解釈として許容可能なものだと考えるわけだな。T、ゴムンルー。もちろん。オニール隊長。わかった。君が宿舎に戻れば、イランプに会って話ができるだろう。君の理屈が通ればいいな。T、ゴムンルー。俺もそう思うよ。
ログ終了。ミッションデブリーフィングインタビュー、日付、インタビュアー。ダリアン、アーノルド博士。インタビュー対象。オンルー、機動部隊タウ、5、サムサラ。デブリーフするミッション。SCP-1739 助。主題、SCP-1730。ノーツ、以下は機動部隊タウ、5研究チームのメンバーにより SCP-1730 に関して行われたインタビューの音声の書き起こしの抜粋である。このファイルに含まれる情報は未確認であり、さらなるレビュー中である。ファイル全文に関しては、サイト17の情報及び記録管理者にコンタクトすること。ログ開始。アーノルド博士、なぜあなたはホリス隊長を追ったのです？ T、ゴンルー。救助を開始する前に、ホリス隊長が私たちのチームリーダーと交わした議論に基づき、彼女がグループを離れる時の彼女の意図を私は理解したと考えた。私の助けなしには彼女は私たちの辿った道に沿って戻ってこれないかもしれない恐れがあった。アーノルド博士、あなたの記録機器は、スレッシャーのある場所でアクティブになる前に、長い間途切れていました。その間何がありましたか？ T、ゴンルー。沈黙。アーノルド博士、オンルー、私は回答を必要とします。T、ゴンルー。私は装置を切った。そこには、私たちが通り過ぎた部屋は以前とは変わっていた。そこはオリンピア収容セルの上にあるサーバールームだった。私には、どうしてそこにたどり着いたのかわからない。それは意図していなかった。それはミスだった。私たちが入った時、以前と同じようにそれは部屋にあった。でも。アーノルド博士、どういう意味ですか？ T、ゴンルー。ごめんなさい、それを描写するのは困難。私たちがドアを入った時、周りにサーバーが見えた。でもそこに別の景色が重なって、私たちは断崖に立って、推測できないほどの広さの領域を見渡していた。私たちの下には手首から先のない人たちが叫んで、物言わぬ空へ償いを求めて泣いていた。そして、空は燃えた。星が落ちてきたみたいで、私は目を背けた。ホリスは目を離せないようだった。私がもう一度見ると、焼かれた死体が、何十億と地面にあった。でも何十億もの他の生き物たちが落ちた星へと手を伸ばして殺到して、その星の中にねじれた操り人形のように浮かんでいたのは、サイト、13で、マリドラマギウアンと呼ばれていたもの。その場所では、彼らは別の名前でそれを呼んでいた。憎しみのこもった名で。アーノルド博士、なぜ記録機器を切ったのですか？ T、ゴンルー。その実態と初めて遭遇した時、それは異常なミーム災害と認識災害を発生させた。それは私の目のスクランブルユニットを焼くほど強力だった。防護されていないものに何をもたらすかわからない。アーノルド博士、あなたには何をもたらしたのですか？ T、ゴンルー。それは、私にいくらかのビジョンを見せた。炎の螺旋と空は魂の嵐を伴う光を作った。私に叫ぶ宇宙の中央の穴。悪夢の神、ゆっくりと終わりなき受難の列の間を歩く何か長く寄りかかるもの、そして、ホリスにも何かを見せた、私には見えないものを。そうするとき、ルーンがその頭に描かれ、加熱し脈打った。そしてそこに縛られた男が火膨れを作り開けただれた。それが終わると、私はその背後に海と、青空を見た。私たちの空。それは海に変わり、そこへと沈んだ。それが終わるとビジョンは薄れ、部屋は空だった。アーノルド博士。わかりました。その後は？ T、ゴンルー。ホリスは走って、私はそれに続いた。彼女は機械のところに着くまで何も言わなかった。彼女はしばらくの間一人でそこにいたことがあると言った。それを起動する方法を知っていると言った。彼女はどこへ向かうのかはわからない。でも見てきたものをまとめて闇に葬らなくてはならないと言った。機械をスタートできるより前に、収容セルのクリーチャーたちがチャンバーに入ってきた。そして私は収容された。アーノルド博士、ホリス隊長はあなたが死ぬ前に何かあなたに言っていましたか？ T、ゴンルー。いいえ、ただ笑って、泣いていただけだった。ログ終了。ミッションデブリーフィングインタビュー、日付、インタビュアー。管理者ウィリアム、ベスターランド。インタビュー対象。ムハンマド、スコット博士。サイト、13時間研究部門補佐管理者。デブリーフするミッション。
SCP-1739 助。主題、SCP-1730。ノーツ、以下は暫定サイト、23の職員により SCP-1730 に関して行われたインタビューの音声の書き起こしの抜粋である。このファイルに含まれる情報は未確認であり、さらなるレビュー中である。ファイル全文に関しては、サイト、17の情報及び記録管理者にコンタクトすること。ログ開始。管理者ベスターランド。記録のために、お名前をお願いします。スコット博士。私の名前はムハンマド、スコット博士。管理者ベスターランド。少し場違いのように見えますね、スコット博士。スコット博士。笑い、少しね。我々の二つの世界線は大した違いはないと思うがね。管理者ベスターランド。ある一点を除いて。スコット博士。ああ、そいつは確かに違った。管理者ベスターランド。サイト、13についてお話しいただけますか?スコット博士。サイト、13、簡潔に済ませるかね?それとも?管理者ベスターランド。できるだけ詳しくお願いします。スコット博士。いいとも。もともと、アメリカ中西部に大型の収容施設を作る計画があった。そいつは確か、始まりから話そう。1964年、財団は巨大な、死んだ海洋生のクリーチャーがインドとバングラデシュの国境近くの海岸に打ち上げられているのを発見した。その地域の施設にはこの実体のボディを保管して単独で研究できるような設備はなかったので、数隻の船が派遣され、洋上でそいつを牽引して合衆国へ戻ってきた。それに先立ち、サイト、19をアメリカ中西部に建築しようという計画があったが、後にそのサイズのクリーチャーを秘匿し、合衆国本土を移送することは不可能だと決定された。従って、熟考の末、サイト、19計画は破棄され、アラスカのノームの近くの別の施設に注目が集まった。それがサイト、13だ。最初からそれは巨大だった。財団の運営する他のサイトよりも随分と大きく、すぐに我々の主要な収容施設となった。それは遠く、要塞化されていて、何よりも、雪と氷に簡単に隠すことができた。85年にソビエト連邦が崩壊すると、ソビエトにはサイト、13の位置どころか、存在すら知られていなかったことが分かった。管理者ベスターランド。わかりました。あなたが財団に入ったのはいつですか?スコット博士。スコット博士。ああ、76年だ。大学を出てすぐだ。管理者の一人によって学校でリクルートされたよ。我々がまだ独立組織だった頃の話だ。私はバミューダのサイト、22で働いた。それが私にとって仕事が一番良かった頃だ。笑い、その頃の財団は随分違った。管理者ベスターランド。財団に何が起こったのか話してください。スコット博士。サイト、13を運営するには随分費用がかかった。それにいくらかの、財政上の困難があった。1994年、ウクライナから来たマルクス主義の過激派がシカゴのマンチェスター、ファイナンシャル、タワー5の地下で爆弾を爆発させた。火の手がビルの基部で上がって、基部が崩壊したことによりビルは真横に倒れ、数千の命が失われた。その過激派がセキュリティをやり過ごして地下に侵入するためにあるアノマリーを使ったことが分かって、合衆国政府は財団に激怒した。合衆国が財団につぎ込んだ何十億ドルもの金は無駄だったと考えたのだ。1996年の選挙後、ドール大統領は合衆国にある財団サイトへの支援金をすべて減額した。財団は現存するサイトの維持だけで手一杯になり、特にサイト、13は重くのしかかった、状況は深刻だった。管理者ベスターランド。そして何が起きたのです?スコット博士。妥協だ。ドールの元スタッフであるポール、マナフォートが世界オカルト連合の事務総長に任命され、我々に解決策を提案しに来た。我々は連合と資源を統合し、彼らのリーダーシップのもとに力を合わせて正常性を守る。我々は名前とサイトを保持するが、管理者たちは国連安全保障理事会により任命される。我々はもう一度合衆国政府と、同様に国連からも支援金を受け取り、光を照らし続けることができる。管理者ベスターランド。しかし、スコット博士。
しかし監督評議会は拒絶した。彼らは司令部に居座り膝を折ることを拒否した。そして数年後、オレゴン州ポートランドのサイトが脆弱化したインフラのために崩壊し、我々が夢のクジラと呼ぶクリーチャーがカリフォルニアの沿岸に漂っているのが発見された。その頃はインターネットの普及し始めだったが、フィルムカメラもまだ使用されていて、それで、それは最悪だったよ。監督評議会は全ての機動部隊をそこへ集結させた。しかし我々には記憶処理外のための金すら不足していた。それがあれば1日でサンフランシスコに散布され、それで終わりだっただろう。そして我々は監督評議会は解散させられ、財団は今や GOC の運営下にあるという E メールを受け取った。マナフォート事務総長と保安評議会が管理者の委員会を一晩で設立し、日が昇る前に夢のクジラは再収容され、漏れ出たものは全て処理された。管理者ベスターランド、リーダーシップの変更に関して抵抗はなかったのですか？スコット博士、なぜ抵抗するんだ？我々には突然金が与えられた。手の甲にノートを取るか全く取らないでいるかなんて状況から突然解放された。マナフォート事務総長は財団の新しい管理者として、ジャック、ケンプ副大統領を任命した。しかし彼はほとんどお飾りだった。新しいサイト管理者たちが任命されたが、そのほとんどは元々のサイトのスタッフだった。それで、正直、悪くない状況に思えた。我々はついに我々のミッションを万全に行うことができるようになった。我々には技術も、人員もあった、素晴らしい状況だった。そしてその時、職員が配置転換され始めたと聞こえ始めた。アノマリーはサイトから運び出され、二度と戻らなかった。もしあなたが我々の世界の職員だったら、ああ、誰々がトラブルに巻き込まれてるだって、サイト、13に送られるだろうさ。なんて聞いただろう。私はそれらのほとんどがただの雑談だと思っていたが、私も2003年には配置転換された。管理者ベスターランド。そこはどんな感じでしたか？スコット博士。寒かったね。サイト、13は広大でいつも明かりが灯っていたが、施設はいつも寒かった。いつも誰かしら働いていて、地下はどんどん工事されていて、外部へのドアはいつも開けられていた。最初はそう悪くもなかった。私は自身の研究を続けられたし、それまでよりも潤沢に予算を使えた。時間、空間の研究だよ、知っての通り。その時のサイト管理者はジャック、ブライトで、昔、辛いた年寄博士の一人だ。とてもカリスマがあり、スタッフは彼を好きだった。彼は大きなメダルを身につけていて、そいつは遥か昔からのアノマリーで彼を不死身にしていた。それを身につけている限り、彼は年を取らなかった。何にせよ、数年間は素晴らしかった。そしてある日、もう一人の評判の良い博士が彼女のオフィスで死体で見つかった。シンシア、ライトだ。我々が聞けた話は、ブライトは彼女を気に入っていたが、彼女が他の男といるのを見て激高して殺したということだけだった。ブライトは単純に閉じ込められ、エリオット、エマーソンがサイト、13の管理者として赴任した。彼は、管理者ベスターランド、どうしたのですか？スコット博士、エマーソンはサイト、15に赴任していた時にブライトの研究チームの一人だった。彼はそれほど評判の良い博士ではなかったが、良い管理者で、財政危機の間重要なプロジェクトを維持する一助となっていた。彼は組織再編の時サイト、13の管理者の数少ない候補者の一人だったが、ブライトが優先して選ばれたのだ。彼は軽んじられたと感じているという者もいた。彼がブライトを陥れたという者はもっと多くいた。私はマナフォートはブライトの反連合的な感情を嫌っていて、それが彼こそが収容されるべき危険なアノマリーとみなされる原因となったと考えている。そして誰も反対する者がいなかったので、エマーソンが推薦された。彼はとても重要な人物だった。それほど際立っていたわけではない。エリオットは最後には、恐ろしいことをするようになった。だが私は心から、彼はただマナフォートが求めることをしただけだと信じている。管理者ベスターランド、恐ろしいこととはどのようなことですか？スコット博士、私は何年も後になるまでそれを見たことはなかった。だが、我々はサイトの地下深くで起こっていることについてはいつも聞いていた。彼らは新しい収容セルや研究施設を作った。
そして火葬場も。もともとは以前からあった海の怪物の死体を処理できるように作られたが、やがて彼らはそれを、すべてに対して使い始めた。最初は彼らは異常性を持つ動物に侵襲的な試験を行った。やがては人間に、そして生体解剖が始まった。倫理委員会が介入しようとしたが、彼らは排除された。彼らは古い委員長のジェレマイア、シンメリアンをサイト、17の会議場に呼び出して彼の頭を打ち、財団を売った。ピーター、グレンウォルドが新たな財団、GOC の倫理委員会のトップになり、もちろん、新たな試験はすべて承認された。私は彼らが何を試験していたのか知らないが、例えばある人間に異常性があり、しかしそれがあることを発見されなかったら、ボディ、ピット行きになった。我々は、これはより大きな世のため、人類の保護のためだ、と聞き続けた。我々はどうすればよかったのだ、声を上げて、シンメリアンのように終わればよかったのか。より勇気ある人間にとってはそうかもしれん。だが私は自分の仕事がうまくいっていると思っていたので、頭を低くし、仕事をし続けた。そして、ああ、笑う、今ではバカみたいに聞こえる。2010年に我々は神を収容した。と言ってもただの神ではない。アブラハムの神。まさに、雷と稲妻、YHWH、炎と陽の神。私は彼らがどうやってそれをやり遂げたのか知らない。どんな技術が連合により開発されたのかも。彼らは手の届く範囲のものは何でもサイト、13に入れて縁までいっぱいにした。管理者ベスターランド。なるほど。それは、とっさに理解が追いつきませんね。今すぐに思いつく質問は一つしかないのですが、サイト、13に何が起こったか、です。スコット博士。ベラ、ハドレイ。イタリアのサイトから来た内科医だ。数年にわたり、彼女はサイトの主任生物学者だった。保安労議会は彼女を異常生物学の補佐管理者にし、同時に私は時間研究の同ポジションに昇進した。彼女はエリオットと、共に、いて、彼が我々にさせようとすることの全てに強硬に反対した。エリオットは尻尾を巻き続けたが、マナフォートはそうではなかった。彼は彼女を3ヶ月で解任し、その後は会の研究職につけた。ある夜、何かのデモンストレーションの後、何人かの保安員が現れ、そして、その、彼らは彼女を裸にし、何かを隠し持ってるか検査をした、メインの廊下の真ん中でな。それが終わって満足すると、彼らは彼女を死ぬ寸前までぶちのめし、そこに彼女を置き去った。私とあと数人の博士が彼女を医療センターに連れて行き、彼女は回復した。だが彼女は本当には回復しなかった。彼女の中の何かが死に、あるいは何かに置き換わった。彼女は何かをした。何かの計画を始めた。彼女はそれをする前の晩に、それについてのいいメールを私に送った。だが私は注意を払わなかった。それが起きて、あの、ものがサイトを攻撃した時、エマーソンが来てスレッシャーを起動するように私に頼んだ。それはまさに世界を守るために、列車を脱線させるような最終手段に思われた。世界を救うというより、むしろ燃やしてしまいそうに思える、全く試験をしていない技術の断片。その存在丸ごと、冗談で、私がその時真剣に捉えすぎただけかと思った。だがそうではなかった。私は拒絶し、彼にリスクが大きすぎ、もし作動したとしても、もう一つの世界に問題を作るだけだと言った。だが、彼は説得されなかった。彼は残って事務総長に会うのは、死よりも悪い運命だと言った。彼は銃を私に突きつけ、行うように言った。私は逃げ、脱出できることを祈って私のチームを招集しに行った。しかし我々が研究室を離れてすらいない時に、それは起こった。それ。管理者ベスターランド。大丈夫ですか？スコット博士。ああ、スレッシャーは複雑な機械だ。生き残れただけで私は幸運だと思うべきだろうな。しかし、我々は世界の狭間の奇妙な場所に数千年もいたのかもしれん。我々が目を覚ました時、我々はまだサイト、13の中にいた。だが収容セルは開け放たれ、中身は解放されていた。もし君たちが来てくれなかったら、我々は死んでいた。それは確実に言える。管理者ベスターランド。サイト、13がどこへ行ったのかわかりますか？スコット博士。
それを予測する方法はない。ここのような場所に行ったのかもしれないし、そうではないかもしれん。奇妙で知られていない世界はいくらでもあり得る。取り残されたものと知り合いかね？管理者ベスターランド。そうです。スコット博士。私もだよ。我々だけが生存者ではない、それほど多くはいないとしてもな。彼らは、ああ。彼らは我々ほどうまくはいかなかった。これは悲劇だ、だが今できることは何もない。私はただ、もしかしたら、私は今となっては祈るよ、エマーソンが何らかの安らぎを得られんことを。彼は本当に偉大な博士だった、そして私の友人だった。管理者ベスターランド。私、もちろんです。お時間いただきありがとうございました、スコット博士。またすぐにお会いしましょう。ログ終了。